ね、ちょっとね、こんばんは、ベロリーマンさん、こんばんは。いろいろ書いてますね。大さん、こんばんは。北野さん、こんばんは。今のはオムドレックスの真似です。冒頭の変なポーズはオムドレックスの真似です。はい。ガブさん、こんばんは。今のね、オムドレックスの真似ですね。僕のお箱の。うん。はいはい。似てたでしょ。まあ、オムドレックスより僕のがイケメンなんで、ちょっとあれなんですけど。うん。さあ、皆さん。今日はね、ちょっといつもより早い、時間に、お送りしております。はい。なぜかと言いますと、今日は祝日だからですね。うん、どうせみんなも暇だろうなと思って。ね。どうせ暇だろうなと思って、ちょっと今日はね、やろうかなって感じですね。はい、うん。今日はちょっとね、長めにやろうかなって感じですね。はい。丹波さともさんかな、サトルさんかな、こんばんは、こんにちは。この武器行くべきかな、まだね始まったばっかなんでね、ちょっとまあ焦んなって焦っちゃダメよ。スロ勝てなさそうとかつぶやいてたね。今日はね、派手に負けたんでね、もう今日はもういいです。はい、ね、まあまあまあ、スマートオークが来たんでね、ちょっとまあ毎週じゃなくて、スマートオークが来た日の夜はやってるんですよ、私。知らない人もいるかもしれませんけど、毎回毎回ね。はい、なので今日もやろうかなっていう感じなんですけど、ほう、どういうことだこれ。ああ、そういうことか。すいませんね。ちょっとまあ僕も今日はね、まったりやろうかなっていう感じで、僕もね、レベリングしながらやろうかなって感じでね、はい、お送りしようかなと思います。まあ匂い袋とかは炊かないんですけど、まあ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 、ちょっとまあ少しでもドラクエウォークの雰囲気を出すためにね、ちょっと BGM ぐらいは流しましょうかね。はい、もぐりさん、こんばんは。うん。どうですか皆さん、最近のドラクエウォーク。マモさん、こんばんは、こんにちは。ね、今日はちょっと早めにお送りしてますよね。というのもね、やることなかったらね、もう僕もで祝日だし、多分みんな仕事休みだしみたいな、ちょっと早めにやってもいいかなっていうね。いかがお過ごしですか皆さん。ドラケウォーカーの勇者の皆さんはいかがお過ごしですか最近は。うん、まあね、いろいろ喋っていくんですけど、まあね、例のごとく、ゲーム映像、ゲーム画面は、映りませんのでね、皆さん、耳だけ貸してもらえればいいかなっていう感じで、なるべくね、聞き取りやすいようにおしゃべりしますんで、ちょっと滑舌悪いんでね、申し訳ないけども。仲間モンスター頑張ろうかと思ってます。仲間モンスターなんか今度あれでしょ、スマートフォン見たけどなんかまた増えるんでしょ、てか王ぐらいが来るからね。まあ僕は仲間モンスターちょっとぼちぼちってな感じですかね。ぼちぼちでんなって感じでやろうかな。あんまりあれね、
本気でやろうと思うとね、マジでね、時間がいくらあっても足んないんで、とりあえず。性能見た感じ、ギガモン用ですかね。サブスキル微妙、千里口で使えますね。あ、新武器？千里口で使える？千里口で使える？あれ、ジバリアだっけ？百式錬金とかでは使えるんじゃないかな。千里口じゃちょっとダメじゃない？ジバリアでしょ。ランプ千里口では使えないからね。アビリオさんこんばんは。グラサン欲しい。グラサンいらなくない？グラサンいらなくない？何にも欲しくないんだけど、グラサン。うん。あ、ピロさんこんばんは。お邪魔してます。はい。毎回毎回、ね、ポストを楽しませさせていただいております。単体ブレスが狩りには使えないかなって。いや、狩り、狩り。だって単体だよ、来たのさ。ひどいよ。単体ブレスは狩りで使えないっしょ。だってもうギガモン用武器だから、狩りでは絶対使えないでしょ。うん。どう考えたって。うん。めちゃくちゃ雨降ってきた。いやー、まあちょっとね、今回のはちょっと特級呪物ですよね。ひどい、とんでもない大きなうんこ投げてきたなって感じですね、運営も。うわっみたいな感じ。でここ避けちゃう感じだった、思わず。あまりにも大きかったから。想定してたより大きかったからさ、お物が。いや、ギガモン特攻武器なんてって思ってたのよ、俺も。相当ハードルを下げて、今回のスマートウォークは見ようと思ってたんだけど、それでも想像以上のものが来た感じだよね。グラサンで有名 YouTuber なれますね。なれないっすね。うん、グラサン叩き割りたい。ね、うん、雨がすごいよ今、嵐。ということはガーコーさん出ますね、ガチャ。いやー本当にこれ出ても嬉しくないんだけど、あの本当に、あのさ、俺あの神秘の水晶とかも結構まあまあ言ってたじゃん、神秘の水晶のことについても。ただあれは出たら嬉しいよ、だって使うもん、使うもん、長らく使うから嬉しいんだけど、まあ使用頻度とか使用時間に関しては全然あのねえ全体の中の何数パーセントだろうけど、ただこれこの武器本当にあれだよな。だってさ、もう生まれた瞬間からもう余命宣告されてるよ。あとあなたの命はあなたの命は1ヶ月半から2ヶ月ですって言われて、ドクターに言われて飛び出てきてる感じだから、ちょっともう先が見えないんだよね。ああ、武器難民なんで復刻スラリン引けたら当たりですかね。いやー、いや、それは今回のギガモンでは使えない、使えると思いますけど、いや、まあ、てかまあ俺ぶっちゃけ、復刻の、あの、スラリンギアと、今の新しい、次来る武器、ドランゴの武器、あんまぶっちゃけ変わんねえと思ってるから、うん。ただ、斬撃、あれ大義だっけと、ブレスの違いだけかなと思ってるぐらい、本当になんか、うん、いやー、スラリンギアと同レベルだと思うよ、次の武器も。マジで1年以上間が空いたけど同レベルだと思ってるわ。さすがにこれは雷鳴みたいに回さない、いや、さすがに回さない、回さない。あの、僕が回すと、あの、なんかね、あの、最低限限度ってもんがある、その衝動にも。うん、欲求の衝動で回すときも、あの、やっぱね、我慢から生まれ出てくるものなのよ。衝動で回しちゃうときも。やっぱどっかで欲望を抑えて
る自分がいて、それに打ち負けちゃう時に、ま、あのよその衝動が勝っちゃうんだけど、これはだっていらないもん、明確に絶対回さないからね。マイレージは雷鳴の剣かなって。いやそうねっていうか、うん、そうねっていうか、ラインナップが結構ひどいぞこの明日から来る。あ、ボンパスさんこんばんはね、お休みの中ありがとうございます。いやーだってこれ明日からのラインナップ結構ほんとひどくて、復刻もまあまあひどいからね。復刻ひどいなーと思って、後半てかまあ前半も大概だけど、セラリンギアが輝く時が来ましたね。嬉しいです。 1年越しのね、うん、いやーちょっと冷めたね今回のスマートオークは本当に。あーなんかマジでちょっと本当心配だわ。茶太郎さんこんばんは、こんにちは。自分のまあまあウォークの持ちでは依然としてそんなに低くないんですけど、ただあれだよね、まあ、上限解放来たからっていうのと、ランプの戦利口が来たからね、それがまあランプの戦利口がまあまあちょっと面白かったからやってはいたんだけど、最近ちょっとやっぱだれてきたね、あ感情としては、うん、なんかうん、うん、いやギガモンやっぱ俺あれだな、ギガモンの期間ってあんまりなんか暇だよ。いやあのね、デスタムーアの時はね結構マジで盛り上がってたんですよね、個人的には。デスタムーア、メガモンのデスタムーアとギガモンのデスタムーアが同時に実装された時あったじゃないですか、去年シックスイベントの時。あの時は結構マジでワクワクしてたんだけど、でも基本ギガモンの時ってあのギガモンってマジで20秒ぐらいで飽きるじゃないですか。コンテンツとして最初の一戦のもう半分ぐらいでもう大体飽きてるから、あーこんなもんかっていうね、うん、だからさもう今回も俺全部波だわ、波のギガモンで全部終わらす。どういう弱点、まあギラ弱点ですよね多分。ギラ弱、バギとドルマもそこそこ入んのかな。魅惑のリボンとかも復刻できてるからね、ドルマとバギもまあ入りそうっちゃ入りそう。うん、でもバギが入るんだったらもうドラゴンの杖でいいよね、竜の暴風。攻撃源も入る、攻撃源は入らないかな、どうだろう、入るのかな。っていうかもう生き残ることだけを考えて、もう大神官2人とか 3人構成にしようかな。マジでダメージレースとかマジでどうでもいいんでね、うん、一部のガチでしか興味ないから。いやほんとなんであれで盛り上がれるのかがよくわかんねえわ。1位とか2位とかマジどうでもよくない。まあ1位取ったらさ一応スクリーンショットを撮るんだけど、撮るんかいってね、ツッコミ入りそうだけど、でもまあいやーでもマジで報酬別に変わんないからね、若干ポイント高いだけっていう。ギガモンはどんなパーティーで行きましょうか。いや僕一応俺もうね、まあ攻撃源が入るんだったら相手にもう俺竜の暴風ドラゴンの杖で回復とかで行こうと思ってるよ、極端な話。うん、もう別に表彰台とか全く興味ないから、ただ覚醒できればいいだけの話だから、まあ相手に攻撃源が入るんだったらそれで行くし、とにかく生き残れば何でもいいから、まあ波だから生き残れると思うけどね。
どうせ得やんないから俺、うん、やったってしょうがないからさ、うん、まあだから構成もマジ超適当だって、ギラのさ単体武器持ってないから、特にマジでもうバギとドルマこの辺で固めていくけど、まあでもバギだな、うん、まあでもパーティーは基本適当よ、生き残れれば何でもいいって感じ、とにかくギガポイント貯めるのにすでに出現してるメガモン狩るの辛いな。いや、それでもまあ、僕はやんないですけどね。俺、基本的に普通の敵の戦闘数で稼いでいくタイプなんで、僕はね。嫌なんですよ。もういらないギガモンと戦うの。うん、まあ、とはいえ、1日1回は戦っていくんだけど、ドラゴンとか、まあ、そう弱いやつだったら戦うんだけど、もうね、バルザケビーストなんか絶対戦いたくない。だるいからあいつ硬くてめんどくせえ敵本当に嫌いなんでバルザックビーストとか俺マジでアラグネ以来マジでだるかったわ、うん、アラグネも相当嫌いだったけどバルザックビーストももう本当二度とやりたくねえ、ストレスでしかなかった、あれは1ミリも楽しくなかったから、うんトロル復刻が一番の目玉トロル復刻も目玉だけどさあいつ今まで一回も初めてだっけ、トロル復刻すんの。でもトロル覚醒できないからな、うん、トロル微妙よ正直、使うことほとんどないけど、まあ最後のメタキン持たしてる人に装備させるかなぐらいイメージでは、いやでも俺もう勝てればぶっちゃけほんと何でもいいから、あれだな、守り人大神官、あのマジでレベリングで使うかもしんない、もう守り人大神官大神官大神官とかのパーティー構成にするかもしんない、もう経験値だけ拾いに行くみたいな。でも経験値5万とかでしょ、ギガモンも。なんか最近さ15勝さ1回の戦闘で1万ぐらいもらえるからさ、でランプの戦力だと1万8000ぐらいじゃん。なんかあんだけ待機時間とか費やして、で戦闘本編も費やして5万だと、なんかそれはそれでなんか、まあでもいいのか、守り人と大神官に入ると思えば、うん、なんかギガモンで変にさ、なんかま、何レベリングしやすい職業消耗したくないよね、うん、これからあるっぽいよ。え、トロロの覚醒マジで、でもあれ覚醒してもたかが知れてると思うけどなもうドラゴンとゴーレムがあのざまなんで、ジジちゃんのもう指定席ですね、あそこ、うん、明日は引かずに住みそうで、ありがとうございます。いや、まこさんもでも分かるっしょ、分かると思いますよ、さすがに見た目もゴミだしさまこさん的に多分見た目全然好きじゃないじゃん多分、でしかも性能も多分見てもうパッと見で分かると思うんですよね、これひどいなっていう何が魅力的なのか分かんないみたいな性能だから。あいしれさんこんばんは、さすがに言えないですよねだってどこをどう見て強いって思えるのかが分かんないもん、うん、でマジで今回のギガモンでしかもう使える未来が見えないんだよ。だってスラリンギアの二の舞じゃんどう考えたって、うん、まあ、スラリンギアはギガモン用武器ではないメガモン用武器だったんだけど、マジで同じじゃんあの武器と立ち位置としては。いやーこれはマジで本当に、うん、さすがにちょっと分かりやすすぎて言わないよねこんなのにだってジェム使い始めたら本当もう全部の武器にジェムぶっ込むっていうことだからね、要はイコールこれから出てくる武器いちいち全部引いていかないと
引いていかないとっていうか、これが魅力的に見えるんだったらもう全部魅力的に見えちゃう人だから多分地獄よ。なんかさ、もうちょっとさ、いきなりスキルとかでもさ、なんか置物として優秀ないきなりスキルついてくれてたらまだ話は別だったんだけど、もう本当のメガモンとかギガモン特化だからマジでいらないよね。でも多分防御力高いんだろうな向こうの敵。うん、会心を売りにしてるからさ、次の武器が。だからまあ俺呪文でいこうか、もう竜の暴風と俺高層心の杖で3本あるから、もう竜の暴風か高層心の、もう攻撃源が入らないんだったら高層心の杖でいくし、攻撃源が入るんだったら竜の暴風でいくしっていう、もうその2択だよね、うん、それでなんとかするわもう、うん、ガチャ優先度の判断軸をお願いします。その判断軸っていうのやめません。俺の大嫌いな言葉なんで、判断軸っていう言葉、うん、この世でね嫌いな言葉ワースト3に入るよ、判断軸、うん、判断軸うん、ルカにさえあればなんとかなるでしょって。ルカに、ああ防御源、まあ防御源とかどうでもいいんだよね、こう死ななきゃいいからギガモンなんか、こっちがルカには防御源でしょ、だって相手にダメージを与えたってしょうがないじゃんギガモンなんか。だって別になんか自分がなんかしなくたってどうせ勝つんだからさ、うん、防御源入れてる時間がいちいち無駄でしょ、手動でもうオートで、いかにオートでこっちが生き残って全員がまんべんなく経験値を享受できるかだけの試合だから、俺にとってギガモンなんて、うん、で期間内に覚醒できればいいだけの話だから、もうねダメージとかどうでもいいのよ、だからルカニとかマジでぶっちゃけほんと絶対やんない、どうでもいいから、うん、だってダメージとかどうでもいいからね、で運営がそういう仕様にしちゃってるから、至ってすごく真っ当な思考だと思うけどね、これがさ、なんかその表彰台に乗るとなんかもうちょっとなんかね、報酬にボーナスがついてますよとかだったら俺も構成を真面目に考えるんだけど、そうじゃないからね、どうだっていいのダメージなんか、勝てりゃいい、うん、まあギガモンだと特にそうなるよね、メガモンだとさある程度こう思考していかないと構成考えないと基本どこでもメガモン以外ソロだから勝てなくなっちゃうから、一応構成練るんだけど、ギガモンなんかマジでどうだっていい。もうむちゃくちゃなパーティーで行ってやろうかなと思ってるからね。もう俺守り人を大神官大神官大神官で行く気だから、結構大神官に竜の暴風持たせてみたいな。大神官にドラゴンの手で持たせたろうかなって考えてるから、あだって大魔道士さそこで経験値入るのちょっと嫌じゃん、うん、まあ、最近大魔道士あんま使わないけどさ、ギガモンでの立ち回りの理想ムーブお願いします。まあ理想ムーブも結構嫌いだからね俺、言葉として、ああ、うん、だからさっき言ったのが僕の立ち回りですよ、ギガモンでの、うん、トミさんこんにちは。ギガモンもワンパンでいいのかな。ギガモンはワンパンできないですね、さすがに。ドラゴンの手で大無双して評価爆上がりですかね。そのね、爆上がり、評価爆上がりっていう言葉もちょっと受け付けないんだよね、あんまり。うん、めっちゃちょっと嫌い。うん。大無双も嫌い。なんか小学生みたい。発想が。大無双って。うん。結構嫌いな単語がのオンパレードですね。さっぱりしてるな、小賀さん。その考えはなかった。参加すればいいか。いや、だってさ、だってそうじゃない、だって頑張って戦ってダメージ稼いだところで、だって一番最下位の人との報酬がほぼ何も変わらないから、心もちゃんとゲットできるし、討伐ポイントはちょっと低いけど、それはなんか
普段の俺戦闘数の数が多分他の人よりも多いから、そこでなんか余裕でリカバーできるから、なんか別に一戦だからもう俺毎回そうなんだけど、ギガモンは全部波ギガで戦ってるからね。全部波、最初の1回ぐらい1回だけ特ギガで戦って、あと全部波、うん、それで覚醒してる。しかもあの報酬もね、覚醒するところまでじゃなくて、ほなんか称号までちゃんと取っちゃうぐらい余裕で取れるから。え、でもそういう風になるんだよな俺、うん。なんか結構俺のこの考え方って結構多数派だと思ってるけどね、結構個人的には。だってどうでもいいんだよな、ダメージとか。だって別にそこのダメージで表彰台に上がろうが上がらないが、別になんかそんな別に1位取ったからってめちゃくちゃ嬉しいとかそういう感情も湧き起こらないし、うん、まあたまたまだろうって思ってる、思ってるからね。基本しかもギガモンってオートでやりたいんよ、手動挟みたくないからね。ドラゴンの、これなんて言うんだろうね、戦う斧って書いてさ、なんて読むのこれ、当選、当選なのかな、のブレスダメージ、スマートウォークで5万出てたけど、会心のドラッグバストで上がってるだけだから、通常だとそんなにダメージじゃない。そうそうそう、だからダメージインフレ全然してないのよ、こちら側の。全然ダメージインフレしてなくて、多分。今回のギガモンでは、てか5万ってそもそもそんなになんか、すげえダメージ出てるかっていうと、5万って。なんか5万なんかさ、なんか1年前から出てたからね、そんな。うん、1年前の今ぐらいで5万なんか余裕で出てたから、なんか別に相手の防御力が高いとかそういうのでなんかねうまくごまかしてるけど、こっちのダメージあんまりインフレしてないんだよね。ドラゴンより魔剣士を信じてホースブラストゲーの方が強いかも。被弾ダメージ見た感じ魔剣士辛そう。魔剣士なんか入れていかないっすね俺、すぐ死んじゃうだろうから。死んだらめんどくさいのよ、経験値が入んないから。うん。うん。フォースブラストなんかもう持ってのほかである。もう死にに行くようなもんだから。レパオさんこんばんは。今回のギガモンはどんな世界戦になりそうですかね。そのなんか K1 選手みたいな名前になってるけどね、世界戦、うん、ジェノム・レイ・バンナみたいな、うん、いやーマジでさ、赤の心だよね今回のギガモン。赤の心っていうのは評価できる。しかもあいつなんかさ、ちょっとなんか俺黄色だと思ってるの、勝手に今回のギガモンの色勝手に黄色だと思ってて、なんか白物質系じゃん、で黄色だろうなと思ってたらまさかの赤で、お、これはちょっと期待できるぞっていうか、赤って結構熱いからね。うん。ただまあ、ギガモンの心ってさ、ぶっちゃけあんま使わねえじゃん。そのなんか巷のコメントで見るけどさ、ギガモンの心って全部めちゃくちゃ強いから、なんか、いいですよね、みたいなコメントたまに見るんだけど、いやいや。ギガモンの心ってほぼ全部使わねえんだけどっていう。そんなに。だって考えてみて、ギガントドラゴンだってさ、ほぼ使ったことねえじゃん。灼熱の時ぐらいですよ。しかも、それ1年越し以上の灼熱でようやく使えるかみたいな感じで来て。で、欲望の魔人も、当時はちょこちょこ使ってたけど、まあ今でもちょこっと使うとかあるかなぐらいなんですけど、まあ欲望の魔人もぶっちゃけ大したことないからね。まあラプソンは強かったか。俺持ってないけど。うん。で、マスタードラゴンじゃもう、素早さが遅いから、使いにくいんだよね。火力は出るけど。うん。デスタムーアなんかまずほぼ使わねえし、あれ。うん、灼熱がないとね。でもバルボロスなんてゴミだし、バルボロスはほんと。ひどいぐらい使わないからね。うん。全体の技、マダンテカノンって名前だったけど、受け流しとかメタキンガードで防げるかも。ああ、そうかもね。
ていうかあれ何なあれ呪文あれ斬撃大義なのかな物理あれマランテカノンって俺攻撃源入れたいんだよねあいつに攻撃源入れてたらさその受け流しとかメタキンガードとかもしなくてもさオートでずっと生き残れるじゃんだから俺竜の暴風入れたいんだよ今回ドラゴンの杖のドラゴンの杖は今復刻してる ほやほやだからまあ明日からなくなっちゃうけど多分ね竜の暴風もある程度使えるようにしてくるってことを考えると攻撃源ちょこちょこ入ると思うんだよねうん赤はライバル多いしどうなるかねまあでも赤はライバルが多いけどそのハマる心っていうかあの何ハマる場所も多いから使いやすいのよ結局だから魔剣士だと3枠まではめられるじゃん赤ってだから3個選ぶ余地があってまあ最悪にじりはめてもいいしねだからそう考えると魔剣士だと4個はめれるわけよ赤をまあでも4個はめることあんまないけどでゴッドハンドでもまあ使えるしだ赤の時点で相当可能性はあるのよねただなんかあいつなんかさレパルドみたいな赤で来そうでちょっと怖いんだよねなんかその赤の心に似つかわしくないなんか防御力とヒットポイントを引っ下げてちょっと攻撃を落としましたみたいなあレパルドタイプで来そうでちょっと怖いんだけど、うん、魔法とブレスの悪いところ絶大ダメージとかのダメージパーセント標識をごまかすところ一体どのくらいなのかわからないそうそれもう前から言ってんだけど俺あれほんとずるいよねダメじゃない許されていいのあんなのそのダメージのパーセンテージが分かんない表記ってさダメじゃいいのそんなのなんかあれなんかほんと前から思ってるけどずるくない、うん、なんかあれほんとダメな気がするんだけどよくわかんないねあれをなんか良しとしている世の中が、うん、まあ仕方ないかって思ってるんだけどギガモンの心に他の心との組み合わせないかなってああだからまあ欲望の魔人ぐらいですよね今までそういう例があったのは、うん、でも今回ももしかしたらあるかもね。そういうなんか四天王と組み合わせてなんぼみたいな、うん。忍者のセティアのロットで攻撃しながら攻撃と防御のデバフでいいのではかと思ってしまった。あ、それでもいいんじゃない？なんかどっちかは入るんじゃないって思ってるわ。うん。セティアのロット全然、まあでもダメージほぼ出ないけど、うん、多分相手の防御力が高いからね、今回。次の武器が会心売りにしてきてるから。で、雷鳴の剣も会心じゃん。だから防御力多分ごっつ高いのよ。多分次のメガモン、秋ガモン。だから、ケティアのロットほぼ火力出ないけど、まあ、デバフ要因としてはありかな。まあ、マジで、あのダメージなんかどうだっていいんじゃね？高層心が復刻に入ってるのはバギ弱点だからと思うから竜の暴風も使えそうですそうそうだから俺ね竜の暴風か高層心どっちから行こうかと思ってるわうん攻撃源が入るんだったらもう竜の暴風3本持たして、うん、それでいいかなと思ってるもう本当にもうフルオートでこちらが生き残ってちゃんと全員に経験値が配分されてれば何でもいいから俺はうん明日になれば分かるけど、うん、そうね。いやーでもなんかもうちょっと、もうちょいなんか使い道残してくれてたら盛り上がったんだけどな、俺も新武器。ちょっと本当になんか盛り上がる部分がマジでなくて、今年のガチャ運良くて配布マイレージで鉄球弾頭台雷鳴当たりました。それは素晴らしい。うん、俺次は。俺、はあうん、なんか優勝ジェム引くのもなんかちょっと気が引けるわ次の武器は多分優勝あるんだろうけど優勝ジェムなんか買うのもちょっとなんか、うん、
まあ、優勝ジェムぐらいはやってあげるけどね。うん。いやーこれは久々に本当に来たな。もうここ最近で一番、ここ最近で一番本当魅力ない、魅力ないなと思ってるからね。どこまで遡ればいいんだろうな、マジで。ね、いや本当冗談抜きで、あのもう今年ではナンバーワンだよね、ダントツのゴミ具合で言ったらゴミ具合で言ったら多分ダントツナンバーワンなんだけど、去年まで遡ってもね、なかなか遡るよ。ほんと世界中の表情とか、それこそスラリンギアとかまで遡んないといけないかもしれない、ここまでの武器になっちゃうと。新武器のサブの地割りは黒瓶もちょっと微妙かな。いやもう微妙としか言いよう。どこで使うのこれ、地割りは全体の黒瓶とか今更。うん、地割りは全体どこで使うどこで使うのかが分かりません、僕には。うん、マンスリーマイレージ残しておいたけど2本目の雷鳴系狙った方がいいのかな。いやね、ほんとね、でも雷鳴系2本目もぶっちゃけあの戦力の伸びとしてはマジでいまいちなんですよ。うーん、そこ相当難しいね。うーん、まあ僕も同じような状況ではあるんだけど、いやマジで難しいな。でもさ、雷鳴拳出なくて防具が出ちゃった時さ、相当だるいから、いや雷鳴拳1本持ってるんだったら次の武器しぶしぶ溢れたマイレージ回すんでいいんじゃないですか。だって防具も一応かぶらないし。うん、いやそれくらいね、雷鳴拳の俺2本目はねマジで、あ本当にあんまり意味がないと思ってるからいやまあランプの戦利口さ、その候補武器がもうほとんどないっていう人は2本持ってたらめちゃくちゃいいと思うけど、あそこ結構なんか候補になる武器がいっぱいあるからっていうので、他にいろいろな武器持ってたら2本目持ってても微妙だしっていう感じなんで、雷鳴拳2本目はねマジで俺本当に微妙だと思ってる、狙うのは。ギラモン特化武器、うん、ギラ武器ない。いや俺もギラ武器ないけど別にいいじゃん、だってどうせ勝てるんだから、ほっといても他の周りの人が倒してくれるよいいんだよ自分でさ。ギガモンの時は特にもう規制上等というか、周りの人が勝手にタオやってくれるからね。えなんかね、顔真っ赤にしてダメージレース挑んでる人たちが一定数いるからさ、そういう人たちにやらしておけばいいじゃん。うん、全然そのギラ引きなくて問題ないよ、俺も持ってないし。井戸魔人ね、点灯入ると思うのでそこかなってそう井戸魔人、そうか、井戸魔人別にもう何でもいいぐらい弱いけどねあれうん、そうなのかな、井戸魔人接待なのかな、サブスキルだとしたら本当のゴミだけどね。魔剣と宝石に刺さるジバリア、いやあ、ギラがってこと。いやでもさ、そのためにさ、ランプの戦利口にこの武器持っていかなくない、邪魔じゃないその他に入れたいものがいっぱいあるんじゃない。うん、絶対やだわ俺この武器ランプの集会に持っていくの、邪魔でしかないだろ。その魔剣と宝石が出てきた時に輝くのかもしれないけど、そのためになんかほぼほぼ出てこないその他の集会をさ、なんかその他の集会の効率悪くすんの微妙だと思うけどね
いやマジで俺絶対持っていかないよ、この武器が当たってもランプの戦利口には絶対持っていかない、うん、だってそんなの持っていかなくてもどうせ勝てるし、うん、あのおぼろがあればもうね、ランプの戦利口はおぼろがあれば全滅することほぼないし、ってか全滅ないんで今まで一度も、うん、これから先カリードの真珠狙いでランプ戦利口行くならありっちゃありな気もする。これから先カリードの真珠狙いでランプの戦利口行くなら、この武器ランプの戦利口で使う発想になんないんだけど俺。だって単体武器じゃん単体武器じゃんこれ、うん、あ、何転びも考えてってこと、ジバリア、そもそもランプの戦利口ってジバリア入りにくくない？あ、雷鳴二本は、そうそう、雷鳴二本はそれはそう、それはそう、そうそうそう、それはわかる。雷鳴二本は、あー、まあね、あー、そうね、雷鳴二本、まあそうね、うん、そうね、まあでも無理に狙う、ま、ほどではないかな、雷鳴二本目。地上目は確定できました。いや、まだっすね、まだ260とか270とかそんなんす。あ、来週でギリギリいけるかなってか、俺ね、多分めちゃくちゃ下振れてて、あの、負けん。俺結構ランプの戦利口やってんのよ。うん。結構やってると思ってるんだけど、かなり下振れてる。マジでね、3時間に1回ぐらいしか出てこない。本当に。3時間に1回ペースでしか出てこないから、もうね、本当にきつい。なんかみんな1時間に1回ペースとか言うじゃん。マジでそんなに全然出てない。だから俺結構やってるんだけど、まあもう260という不甲斐ない個数ですわ。うん。あんだけ出てこないとそれはそうなるよね。うん。アイス大好きさん、こんにちは。こんばんは。マジで出てこねえから。負けん。だって俺さ、金土で多分ね、どうだ戦利口さ、多分ね、金土2日間で多分ね、20時間ぐらいやってんのよ。うん。1日10時間ぐらいやってるはずなんだけど、それでできてないから、うん、よほどでしょ。かなり下振れてると思うよ。うん。そんだけやりゃできてんだろうっていうね。波の人なら有名なお三方の意見聞いた方がいいかな。いや全く聞かなくていいでしょあのね、勘違いしちゃいけないのは、有名だからって言ってその人があのまともなこと言ってるとは限らないっていうね、うん、これは覚えておいてほしい、うん、有名だからとかなんかその見てる人がいっぱいいるからとかで、だけどその人がなんかそのまともかどうかは全然関係ないから、うん、千染かけら初週203個2週目139でした。おお、203結構すごいな、うん、2週目サイレント終戦疑惑ありますね。いや、みんな出てこなかった？いや俺1週目も同じよ俺1週目も多分20時間ぐらい、20時間以上やってたかな、そんなやってたのよ。だからもう40時間ぐらいやってるはずなんだけど、マジで260個しかないからね、うん、今回のブレスは次のメガモンで使えても物足りないですね。いや全然物足りないし、うん、いらないよね。所詮はメガモンだけ、メガモンでしか持っていかない武器だから、うん。で、神秘の水晶ならどんなメガモンでも一応持っていけるじゃん、全部のメガモンで。だからまあメガモン、俺神秘の水晶の評価も全然低いんだけど、でも同じメガモンでしか持っていかない武器だったら全部のメガモンで持っていける神秘の水晶引いた方がいいよ次の武器引くより圧倒的に。だって使う時間がそっちの方が長いわけだからね、どう考えたって。対して次の新武器は全部のメガモンに持っていく武器ではないからね、うん、
まあ会心である程度汎用性ありますよっていうのを売りにしてるのかもしれないけど、結局ギラ体勢つけられたらもうきついから、うん、励めた袋3回使って1時間で魔剣取りに行ってみたけど 4,5 回くらい出たよ。あー励めた袋ね、うん、俺はやんないっすね多分ね。励めた袋はめんどくせえわその励めた袋用のパーティー作るのがめんどくさい。その励めた勝ってなおかつ次の魔剣とかに勝つようにしないといけないから、普段回ってるはぐれメタルの袋じゃダメ、パーティーじゃダメでしょ。新しくちょっと組み直さないと。それがめんどくさいから、いいやって感じ。別に、やってりゃそのうちできるし。うん。サブのジバリア全体は、ギガモンの血染め出た時用。ギガモンの、ギガモンでも血染め、ね、出してきてたね、あいつ。生意気にも、うん。そういうことなのか、あれ。なるほどね。小賢しいなあれな。そうだよね。言われてみれば、血染めあいつなんか2体ぐらい吐き出してきてたな。めんどくせえな、あれな。めんどくせえギミックだ。あいつ、血染めの魔剣がさ、どんぐらいの強さにかによるよね。あいつ、もしあいつがさ、ブラッディスクライドみたいなこと打ち上がってきたらさ、なかなかすげえだるいよ。あの血染めがブラッディスクライドとかさ、まあ、影分身はしてこないと思うんだけど、さすがに。いや、ブラッディスクライド打たれたら、やだよね。うん。ちょっとやだよね。さすがに。ブラッディスクライドプラスギガモンの攻撃受けなきゃいけないんでしょ。さすがに全滅しそうだけど。空前絶後のゴミ発言いただきましたが、何かいいところがあれば教えてください。この武器の？いいところか。そうだね。本当に無理やり上げるとしたら、まあ、メガモン特化の武器持ってない人がこれを引くと、あの要はだからメドローアとか破壊の鉄球とか、まあ、銀河の剣とか、ああいうまあほぼ何でも持っていけるよねみたいな、メガモンに対してあの手の武器がない人がこれを引くと、まあある程度疑似的な動きはできるよねっていうのは、まあ会心が出るから、その、固有特性が発動すると、ドラゴンと忍者だよね。会心が出るってことは、防御力ある程度無視できるから、うん、まあ、なんだろうな、でもまあ、疑似的とは言ってもやっぱりどうしても介護感だよね。その銀河の剣とか、破壊の鉄球、メドローガとか破壊の鉄球とか、うん、あれくらいいろんなとこに持っていけるかって言われたらそういうことにはならないと思うんだけど、まあメガモンとかに対しての武器が少ない人がこれ当たると、まあある程度妥協ラインとしては候補に上がってくる武器という強みはありますかね。まああと天使弾頭台とかがあればもう全くいらないんだけど、まあでもゴミですね。マジでもう、マジで無理やりいいところっていうか、まあこの武器の強みを今挙げましたけど、それぐらいしかない。本当にそれぐらいしかない。うん。敵が15章の敵と一緒に励めた出る感じかな。まあ無理してやらんでもいいと思う。そうそう、だから俺全然やらないよ、それ。マジでやる気がない。その方法。だってそんなことやらなくても、どうせできるもん。普通に、うん、来週か再来週でできるから、 それやんなくてもね。でしかも血染めの魔剣ぶっちゃけその覚醒しようとしないとそんなに強さが変わんないから、あいつそんなに急いで欲しい心でもないからね。あ、番長さんこんにちは。こういうジム貯めれるガチャは大歓迎ですが、番長さんでも分かってるからね。
去年の10月ぐらいに始めた番長さんですらもうこの武器はいらないっていうのがもう分かっちゃうんだから、うん、単体効果力持ってない自分からするとマイレージもありかなと思って、まあそうだね、でもまあ単体効果力あるけどね、番長さん破壊の鉄球がある時点で、まあ2人目3人目に持たせる武器がないってことかな、うん、無属性鉄球で、物質爆盛りして単体には衝動、血染め呼ばれたら撃砕で対応できないかな、撃砕ああできるんじゃないですか、多分その使い方は全然できると思うけどね。いや破壊の鉄球はマジでどこ持っていっても強い、うんうん、おそらく多分バギーが今回多分通ると思うんですよ、それなりに。だからストームホースはオンにしといて、でバギー盛りに、まあバギー盛りというか大義盛りでいって、うん、全然対応できると思うけどね。ただ血染めの魔剣にバギーって通ったっけ、あいつなんかギラとヒャドのイメージでバギーは通った記憶ないんだよな。ゴーゴーランプで神秘玉取りに行った、150連で勝ち分消えたもったいなくない、それもう負の連鎖じゃん。せっかくさジャグラーで勝ってもさ課金で消えるって、もうなんかもう八方塞がりだよね、うん、ユキチが、さすがにサムネ界隈も乗り切れません、ね、いやこれをぶっ壊れって言っちゃうとね、さすがに信用問題だからね、あ問題発言だよ、うん、まあスラリンゲアの時も言ったけど、まあ、この武器をもうぶっ壊れとか、あの強いとか言っちゃうような人はもう本当に運営の犬か洗脳されてるか神聖のバカですね、どれその3タイプのどれか、うん、ティータクさん今来ました、こんにちは、こんばんは。復刻も新武器もゴミでほんとへこんだ虚無、いや結構悩ましたよね、明日からどうするのみんな、モチベーション、まともな武器がないっすよやばくない、うん、コンビニガラガラ、コンビニバーンって開いて、なんか商品棚見てみたら、なんかもう本当、なんていうの、もう全部商品がなんかもう、やめだ、これ、どんな商品出しても、その商品は悪くないけど、なんか、その商品が悪いみたいになるから、何も例え出せなかったわ。うん、諦めたわ今の、うん、うどんさんこんばんは、とりあえずギガモンは英雄物質盛りスラリン世界術で行こうかと思ってます、ああそれでいいと思いますけどねまあ俺全部もうドラゴンの杖で行こうもうパーティー構成ももう守り人大神官大神官大神官で行って、で守り人にそうだな、守り人にもうあの肉球ロット持たせて、大神官全員にドラゴンの杖持たせていくわ、うん、それぐらい適当な構成でいこうと思ってるわもうダメージとかマジでどうでもいいんで、うん、そんなバナナ、うん、防御力高そうだけど 5K の体験も使えるかも、使えるかもね、うん、なんかドルマンも通りそうだしギラも通るからこれほんとハニバっすか、いやハニバってでも毎回そんなもんじゃない、なんか大したことないっすよハニバなんて、もう所詮最初から期待してないよ俺、ハーフアニバーサリーなんてもう、だって去年だってさ極限の体験出た後に世界中の表情だからね、まあゴミじゃんまあ、5K の体験は、まあ、鎧の騎士戦2個で使えたよ。うん、あれは。悪魔先生できるしね。てか、今でも普通に15章で悪魔先生使えるから、まあ、5K の体験はいいにしても、まあ、雷鳴の剣も今年はいいよ。うん。ある程度、ランプの戦利口で
使えるから。たださ、第2弾っていつもゴミなん、結構クソだから。うん。そう。ハーフアニバーサリーの第2弾を期待しちゃいけないよ。だって周年ですらゴミなんだから、第2弾は大体。まあギガデインは強かったけど、まあ去年の第2弾なんて裁きのコンだからね。うん。基本第2弾はもう、もうダメよ。しょっぱな、基本しょっぱな。周年も、年始も、しょっぱなの武器。うん。もう第2弾、第3弾はもうずっと右肩下がり。うん。新コンテンツの魔女攻略を楽しむしか。そうね。でも、いや、その魔女攻略に期待しすぎるのはもう、やめた方がいいと思いますよ。絶対大したことないって。絶対大したことないって。その魔女攻略の新コンテンツ。なんかすげえ煽ってきてるけど、バナーで。絶対大したことないから。単体武器はいざ使ってみたら思ったよりマシだったってことが多いから、今回もそうであってほしいですね。そうかな。俺、単体武器って、あんまりその想定の範疇を超えた武器ってあんまないけどね、正直。わ、これ思ったよりも強かったなって武器あんまないけどね。あの単体高火力武器って今までの記憶の中で言うと。だって、弾頭台もさ、マジで俺これ本当に、まあ、当たる前と当たった後の評価というか、この武器に対する見方何も変わってないし、まあ、いらなかったよねっていう話で、うん。まあ、飛天の書は強かった。これ、飛天の書は、今見返して思ったけど、飛天の書だけは強かった。これは認めざるを得ない。飛天の書は強かった。これはね、マジで強いのよ。飛天の書は。まあ、もう使った、見た人は分かると思うんだけど、飛天の書はマジでやばい。で英雄の槍は本当にきつい。本当にいらない。本当に、まあ、要所要所、ポイントポイントで使うけど、まあ、やっぱ使う頻度とか使う時間考えたら、まあ、いらなかったなって思ってて。で、銀河の剣は、もともと俺評価してなくて、で今もその評価は変わってない。で、魅惑のリボンはね、確かに魅惑のリボンは、まあ、これはまあ、思ってたよりも強かったかなっていう感覚はある。うん。魅惑のリボンは強かったかなって。で、ラミアスの剣は、まあこれも、俺は、なんか世間では騒がれてるけど、俺は全然あんまり強いと思ってない。で、月下美人はまあクソじゃん。っていうので、まあ僕が持ってる今単体高火力武器を一応、去年まで振り返ってみたけど、やっぱね、単体高火力ってね、は、当たる前はそんなだったけど、そんな風に思ってなかったけど、当たって使ってみたらこれ意外と強えじゃんっていう武器ってあんまないのよ。うん。あんま俺はない。正直。僕はね。去年で言うと本当飛天の書ぐらいじゃない。飛天の書だけはちょっと別格感あったけど。うん。いきなり息を吸うとか持ってるだけでデバフ効果があれば少しは欲しくなるんだけどな、残念な武器ですよね。まあいきなり息を吸い込むはもうこれね、ブレス武器にはもう5周年からのブレス武器はこれ結構これなくてはならないからね。うん、特に周回武器だったらね。じゃないと火力がゴミだからさ、ブレスってそもそも、うん、それくらいないと本当使い物にならないから。今までギガモンの心4個集めてるけど、実際使わないですよね。覚醒しか。覚醒ですら使わないからね。そんなに。覚醒ですら使わないから。1個取ればいいのかな。真珠、心道のこともあるけど、それ言ったら全部の心そうなる。うん。いや、僕も一応4個はあるよ。ギガモンの心。ただ4個いらないよね。1個で十分だし。ただ僕がなんでそんなあるかっていうと、ただ単純に真珠ポイントとかが美味しいじゃん。いざという時。1万5000だから、その真珠ポイントのために集めてるっていう感じだからね、僕の場合は。そう。
だから別に4個集めようと思って集めてるというよりかは、なんか限定真珠とかが来て真珠ポイントが追い込まれた時にもう最悪売るっていう、ね、ギガモンの心は、うん、第3弾で評価が上がったのはカルベロぐらいだよね。カルベロはしかもたまたまっていうか結果論カルベロの場合はぶっちゃけ結果論だから、あれ地図が来てから評価が本当にもう完全におかしくなったんだけど、まあ地図が来てなかったら、たかだかそのなんだエビルホークの周回戦利の時のまあ特攻武器でしかなかったのよ。ただまあエビルホーク戦利口で狩人の真珠が出て、まあその狩人の真珠を集めるのに効率的になるよねっていうので、僕はそもそもその時点で結構評価はしてたんだけどただそこまで神武器みたいな評価ではなかった当時は。ただ地図が出てきちゃってもうカルベロ一強みたいな感じになっちゃったじゃん。いや結果論ではあるけど、もうあれは本当に評価上がったよね、うん、なかなかレアケースですよあの武器は。否定は全体単体置物全てが優秀。いや本当そう、自分も使わなかったら分からなかった。いやあれほんと全てが優秀なんだよね。まあ全体、俺ベタドローンはぶっちゃけあんま使ってないけど、そのメガモンでも強いし置物としてもまあまあ強いから、まあ最近壺寄せちゃってさ、あんまベタもう置物としては使ってないけど、まあ今後使うことはあるかもね、16章とか出てきた場合ね。ベタドローンはあんま使ってないな。まあ使えないことないと思うんだけど、モーション早いしね、で相手のヒットポイントのに対しての割合で削ってくれるから、その 2発目の鉄球とか、で完全にね15章ツーパン狩りできるっていう魅力はあるけど、そのそうね、まあでもベタドローも強いか、誰に持たせてもいいんだもんね、火力ある程度持ってる単体でよかったのは永遠にあるかな。殴りながらバイションは回復やっぱり便利です。まあ最近はでもそういうメガモンが多い環境だからね、そのバルザックビーストとか、でも俺永遠にありゃ、でもそうだな、単体の中で言えばそうかもしれないね。魔力の宝剣全然評価しなかったんですが、使ってみたら意外に強く感じました。魔力の宝剣はでもマジで使い方次第って感じするな。まあ俺持ってないからさなんとも言えないけど、でもやっぱね、ああいう初動が遅い武器ってね結構致命的なんだよね、ドラケンウォークで言うと。その時間が経ってから、そのなんかレベルを段階的に上がってから進化発揮するべきって基本微妙なのよ、このゲームにおいて。その初動から初手からその武器の最大限のポテンシャルが出る武器の方がいいのよ、やっぱり。それはどう考えても、で最初の1ターン目以降は弱いですよ、でもそっちの方が強いのよ、その魔力の宝剣とかよりは。だから神魔合流剣が評価されてるのはそこなんだよね。初手から最高火力で、その後はまあぶっちゃけ微妙になっちゃうんだけど、結局ホコラでもさ、何でもそうな、メガモンでもそうなんだけど、やっぱね一旦目から火力ゴリゴリ出せる武器の方が普通にそのあのソシャゲでは強いよね、どう考えても。その2ターン目3ターン目にならないと追加効果が発生しませんよ的な武器はやっぱどうしてもね、なんだろうな、ぶっちゃけギャンブル的な要素も含まれてくるじゃん、その発動しなかったらとか。しかもその敵によってはそのなんかね使えなくなる場面とかもあるかもしれないから、
だから俺魔力の宝剣がね嫌なところはそこなんだよね。ラミアスの剣も同じことが言えるけど、なんかエンジンかかる遅い武器はやっぱダメよ。やっぱ基本ソシャゲ向きではない。オートでメガモンやる人は英雄とか宝剣評価してますよね。車で回りながら移動中に狩るとか。そうね。まあそうね。英雄のやりは確かにオートでは重宝してるかも、僕も。英雄のやりはね、持続的な強さがあるからね。だらなまあ僕今後でもだからラミアスとか宝剣タイプの武器が来てもやっぱ引かないと思いますわ。多分あれの上位互換みたいなね武器が来るんでしょうけど、どうしてもね、初手からいきなりやっぱいける、神魔合流剣のいきなり気合いため武器が来たら結構揺らぐかもしれないけど、まあでもそれでもメガモンにしか持っていかないから微妙なんだけど、でもねメガモンにしか持っていかない武器のいきなりスキルの中では結構最高峰だと思ってる。あれいきなり気合いためが、あれあの武器直撃が強いんじゃなくていきなり気合いためが強いからね基本。なんか勘違いしてる人結構いるけど、あれなんか直撃が強いと思ってる人いるかもしれないけど、いきなり気合いタイムが強いのよ。単体武器はメガモン何体接待されたら引いてよかったと思いますか？いやもう3体でかなりの、もう3体接待されると相当やばいね。基本的に 1,2 体が限界だからね、メガモン接待武器なんか。3体接待されたら、あ、これは良かったなってなる。だってその時点でもう4ヶ月ぐらい使えてるわけだからね。いや、それが秘伝の書よ、まさしく。レティスとゴールデンスライムとオムドレクスで使えたから、無双してたからね、その3体で。あれにはだいぶ楽させてもらったよ、本当に。もう何にも考えないで、もう魔境の栄翔を初手にやるだけでもう敵がもう溶けていくから。あれには世話になったね、当時。で、しかもそのメガモン接待期間が終わっても MP 回復があるっていうんだからね。単体武器はメガモン、あ、それ読んだわ。いやーでもまあ、ちょっとあれだね。今はさ、もうレベリングやるしかないっすわ。皆さん。もう最近さ、15章の経験値が良すぎて、もう地図、もう戻れない感じになっちゃったよ。地図でやりたくないレベリング。たかだか8000とか9000の経験値で回りたくないんだけども。体がもう1万弱ぐらいの経験値のうまみをもう知っちゃったからさ、きついよ地図でレベリングすんの、ちょっとやだな。秘伝って確定暴走でバグだったんですかね。いや確定暴走っすよ、秘伝は。あの魔境の栄翔打つともう確定暴走は確定じゃない、あの山彦は確定だけど、山彦は確定です。あの暴走確定は聞いたことないな。あったんだとしたらバグですね。まあ僕そんな時一回もなかったけどね。白熊さんこんばんは。新武器はジムが温存できてよかったと考えてます。まあそうですね、見方を考えると。あれにジムぶっ込むのは本当もうゴミ箱にお金投げ捨ててんのと同じだからね。
シュレッダーにお札かけてるのと同じだからね、うん、やってることは。あ、やまびこは確定よ。魔境の詠唱を打ったら、あのやまびこは確定で発動する。否定の書は、うん、100% 発動しなかったこと一回もないから、もう何百回とやってるけど、うん、普段のレベリングで経験値の弾使ってますか？あれば使ってますよ。これから1時間はもうずっとレベリングしてるなっていうタイミングになったら使うようにしてる。ゴールドも経験値の弾も貯めててもしょうがないからさ、うん、ただジェムで買ってまでは使わない。さすがに課金して天井まで行ったとして後悔しない武器ってありましたか？いやー、とにかく平準騎士の斧はすげえ後悔したよね。一つ確かなことは、うん、後悔しない武器、俺セティアのロッドは後悔しなかったと思うよ。まあ全然天井まで行ってないけど、うん、今でもそれすげえ思うわ。後悔しないかった武器か、天井まで行ったとして、仮の話か。いや、セティアのロッドじゃない。今ガンガン使ってるからね。もう使用頻度 100% セティアのロッドは孫をことなき 100% だから、うん、メガモンでも持っていってるし、普段の狩りではまず間違いなく誰かに持たしてるし、使用頻度 100% です、うん、破壊の鉄器より多い、うん、今ここ直近の話で言うとセティアのロッドじゃない。天井まで行ったとして後悔しなかった武器で言うとね、うん、そうね。でだいぶ遡ると、まあグランドクルスだよね。あれもほぼ天井間際まで行ったけど後悔はしなかったね。すげえ使ったもん。っていうか、いまだにだってあれだからね、その雷鳴の剣とかなんか代わりになる武器引けたから、まあもう今では使ってないけど、そういうのなかったらいまだに使ってるからね、多分。平日15勝、週末ランプですね。そう、経験値テーブルが上にあまり伸びてないから楽。経験値テーブル、うん、もう平日は15勝一択だろう、もう無理だよ、地図とか。地図にはもうちょっと戻りたくないね、極力。真珠ポイント効率もさ言うんだけどさ、いや間に合うもん、そこ回んなくても。多分その次の限定真珠が出てくるまでに200万ポイント貯まるから、多分ランプの戦利口やってれば。っていうのも、ランプの戦利口ってさ、狩人の真珠ボックスが欲しくない人も、その要は真珠ボックスってさ S と A か B しか出てこないじゃん。あ、それがでかくて、要はそのそれを生き贄に新しい合成ができるからさ、それもまたでかいんだよね、うん、地図に関しては心たちのせいで緑の地図やり始めましたよ。ああ、俺ね結構もうイデアラゴン、じゃイボイノスが2個目できそうっすね。アウルートはまだ遠いけど、うん、あとイデアラゴンとレパルド持ってないんだけど、まあちょっと先は長そうだね。あれ S 直しないと本当合成で作るのマジきついからね。あれ俺だってスカウトモンスターの地図なんか度外視で、もうずっと最初から緑の地図最優先で集めてるけど、それでもまだレパルドとイデアラゴンが S できてないからね、うん、メタキン地図いつ来るんだろう。いやー、メタキン地図とかさ、あれ絶対おかしくない？なんか
メタキンチズとかうさんくさいんだけど、すげえ。なんか、絶対さ、多分無抽選だろ。メタキンチズ。絶対無抽選だと思うんだよ、あれ。抽選してないだろ、絶対。こんだけ2枚目が出てこないってさ、どんな確率だよって思うんだよね。だって今、アクティブユーザーがさ、どうだろう、30万ぐらいいんのかな？ドラクエウォーク。でさ、その30万人がさ、そのもう、ずっと毎日地図、その3日に1度で地図生成してるわけでしょ。それでも2枚目のさ、メタキン地図が出てこない時点で、やばいだろ。絶対俺、無抽選だと思うんだけど。抽選しないと思うんだけど。もう、やばい確率だと思うよ。いずれにしても。あれは運営が出した時に出すと思うんですけど、そろそろ出してほしい。いや、俺もそう思うわ。運営のマジで、その、オンオフスイッチがあると思うわ。メタキン地図に関しては。あ、1枚目出たから、ここはもうしばらくオフにしとこうみたいな。で、あ、そろそろ頃合いがいいよねってなった時にオンにして、そこで初めて抽選されるみたいな。うん。いいじゃんね、別に300万ごときの経験値、そんなにもったいぶらなくても。300万もらえたところで、このゲーム、うんこだからな。特急職の上位職が来るとした場合、転職可能レベルは特急職60くらいですかね。50だと少しぬるいような気がして。いや、僕はちょっと違うと思ってて、なんか、それ特急職60とかにすると、もう上と下の差が開きまくるんですよ。結局。で、運営はそれ絶対したくないはずなんですよね。その、上位プレイヤーと新規とかライトユーザーの差が広がりすぎると、調整がめちゃくちゃ難しいんですよ。運営のそのメガモンとか、攻略コンテンツの。で、それを、その特急職60を転職条件にしちゃうと、そうなっちゃうんですよね、多分。なので、僕はね、特急職というよりか、その上級職3つ4つ、レベル75以上とか、70以上。でやれるようにするんじゃないかなって俺は勝手に思ってるけど、それか特級職一つと上級職の組み合わせとか、その特級職プラス特級職で転職条件にしちゃうと、いやもう本当に相当どんどんもう置いていかれるからね。いやそんなん転職できないですよっていうプレイヤーがもう大多数だから、そこのハードルは結構下げてくるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん。そこ厳しくやりすぎると本当にもう、大東勢の人がもうメガモン勝てねえよってなっちゃうからね。うん。それやっちゃうと、どんどん人が離れていくから、うん、極力その上と下の差を広げたくないですからね。運営としては難しくなるから。うん。だからその回復量の上と下の差を広げたくないのも同じで、なかなかインフレしないじゃん、回復量って。回復量がインフレしちゃうと、その回復武器持ってない人とか心持ってない人がもうメガモン勝てなくなっちゃうから、うん、工夫しても、うん、共有したくない人が引いてるんじゃないかな、そんな。メタルコインさんの言うこともわかるんだけど、すげえ、そんなんめちゃくちゃ意地悪じゃないっていうか、どう考えてもさ、共有した方が得だろ。得。いや、得にはなんないかもしんないけど、でも、少なくてもさ、その、たった300万の経験値をみんなに共有したくないのと、でも全国に自分の地図が広がって、なんかそのユーザーとしてのその知名度というかさ、そのまあそれを全然どうでもいいって思ってるのかもしれないけど、でもどっちが嬉しいかって考えたらさ、共有して自分の
地図が全国に広がる方がさ、よくいいんじゃないなんかたった300万の経験値をケチってというかさ、みんなに渡すのが嫌でっていう、なかなかすごいよね。俺はどう考えても共有するけどね、メタキン地図もし自分で生成できたら一瞬で。だって300万経験値なんて、ほんとたかがほんと2時間ぐらいのレベリングで埋まるから今の環境だとね。だって15章1時間がっつりやるともう150万ぐらいとかすでにいくから、うん、その経験値の玉とか使うとね。僕ね、経験値の玉使って、そのほらドラキーいるじゃん、異世界ドラキーの午前3時に出てくるやつ、あれで 20% 取って、で経験値の玉使って 40% の状態で経験15章がっつり1時間やったら180万ぐらい取れたからね。うん、ドラゴンで少し緩和してきましたよね。ああ、なるほど。それ合いそうですね。特急60を2色はさすがにきつい。そう。特急2色60はやってこないと思うんだよね、転職条件としては。だから今我々がやってるこの特急職を70とかにしてる作業って、多分将来的には全く何の意味もないんだよ、多分その上級職を90までにしてた時期と同様に多分何の意味もないと思うよでもやるんだけどさ、来ない可能性がゼロとは限らないからさ、その特急職の、特急職の上位の転職条件が特急職65とかにならない可能性を完全に否定できないからやってるだけであって、もしもう分かってたらさ、その超級職なるものが来たとして、でその転職条件が特急職の50ですよとか60ですよって言われた、分かってるんだったら俺もうこんなレベル上げしてないもん、特急職の。だって無駄だからだってさ、もう65から66にしたところでさ、だってコストの幅がさ、最初の66までは3上がってたんだっけ、でも66から67以降はもう1レベル上げても心のコストのキャパが2しか上がっていかないんだよ、上限が。もうその時点でもう先がないからね、もう特急職のもう完全に尻すぼみだから今だからなんか今頑張ってレベリングやってるけど、頑張ってていうか暇つぶしにやってるけど、今自分がやってるこのレベル上げの行為ってゆくゆく果たして意味あんだろうかって思いながらちょっとやってるわなんか多分上級職レベル90と同じような二の舞になるんじゃねえかなって思ってる、かといって他にやることもないからやってるんだけど、どうしたち何、自分も主力外の特急職はレベル50止めしてます。ああでもそれでいいと思うよ、だって、あんま変わねえもん、50も60も強さが。なんだよ、全然50止めで50でいいと思うわ、ゆくゆく多分無駄になる気がしてる、特急職のレベル60以降のレベル上げは。さすがにさ、特急職レベル70の転職条件にしてくるわけがないじゃんさすがに誰もほぼ誰もできねえよっていう状況になっちゃうから、多分特急職レベル70を転職条件にしちゃうとね、俺はそれでもいい、俺はそれが嬉しいんだけど、大多数の人がそれは無理だからね、でもなんか誰かが言ってたんだけど、もう今年の5周年で長給食来ますよみたいな予想してる人がいたんだけど、来るかな。いや来てもいいんだけどね、全然。でもそれやるとさ、なんかゲーム寿命がなんだちょっと短くなりそうで怖いんだよね。ドラケンウォークのさ、その売り上げというかそのセルランがさ、
いよいよ低迷してきたらさ、やってくるのかもしれないけど、今割と順調じゃん、まだ。だからこの順調な時期にさ、そんななんか大幅な手こ入れしてくるとはあんま思えないんだけどね。とはいえ、なんだ、その、ずっとレベリングはさせて いかないといけないわけだからさ、運営さんもユーザーには。じゃないとやることなくなっちゃうから。永遠にレベリングはしてほしいはずだから、てかさせるはずだから、その経験値の逃がし場所っていうのをやっぱ作んなきゃいけないわけで。ってなると、長期職が来てもまあおかしくはないとは思うんだけどね。そろそろもう特級職の未来もあんま見えなくなってきたからね。もうレベル70から75とかさ、やったってしょうがねえと思うんだよね。長期職って最終ですよね。いやー、いやわかんないよ。だって永遠にレベリングさせるわけだから、長期職が最終っていうことはないんじゃない。そのサービスが、ドラケンウォークのサービスが続く限り、どん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 上位は出てきますよ、多分。うん、その、うん、最終っていうのは多分ないと思うんだよね。そのサービス終了するタイミングが最終ではあるけど、長期職が出る頃にドラケンウォーク、長期職の末期でドラケンウォークのサービスが終了するかと問われれば、何とも言えないからね。自分は復帰勢で上級職は全然揃っててない職があるので、一応周年までに幅広くレベリングしようかと思います。いやでも70でいいんじゃない、止めて。僕70の職業全然あるよ。少し売上悪くなってるっぽくないですか。まあでもこの時期はしょうがないんじゃない。だって毎年この時期に売上どうなんだろうね、微妙なんじゃない。そんなにいかなくない？ N 五郎さん、サムネ要注意でしたね。褒めてる配信者いるのかな。あー、そうなんだ。まあ、要注意って分かりにくいよね。なんか、要注意ってなんか、分かりにくくない？言葉として。ユーザーにっていうか、プレイヤーに優しくないよね。うん、もう、ダメならダメってはっきり言わないと。伝わりにくいから、その紙武器の時、なんかそのいい武器の時はさ、すげえ分かりやすい表現、そのぶっ壊れとかさ、人権とか全力案件とかさ、そういう過剰な言葉使うくせにさ、ダメな武器の時はまあ運営ディスをしたくないんだろうけど、なんか分かりにくい言葉使うよな。うん、それもそれでどうかと思うけどね。うん、メカさん、こんばんは。ここまで、全会一致の評価も珍しいね。そうかな、そうかな。まあ1年に1回ぐらいあるよね。去年で言うともうスラリンギアがまさにそれ。スラリンギアも結構全会一致だったと思うけど。ねえ、だってさ、この武器のいいところ探す方が難しいもん。だって本当に、だってギガモンならギガモンでさ、なんか守りの盾もついてねえしさ、みたいな。あ、特級呪物でしょこんな武器。去年と同じ時期に比べて売り上げ落ちてるみたいな。あ、そうなんだ。まあそれはでもしょうがない。でもそのずっと同じ数字キープするのってそしゃげ無理だからね、基本的には。だって新規より脱落していく人数のが多いんだから、どう考えたって。それはそうでしょ。それはドラケンウォークに限らず全部のそしゃげそうだから。呪われたギラ。ブレスって今後どうすんですかね。他と差別化できずブレス改心とか瞑想してますけど、そう、まさしく瞑想してるね。まさしく瞑想という言葉がぴったりでしょう、今回の武器。てか運営がね、うん、いやブレスきついよ、立ち位置としても。マジで
ブレスってブレスの魅力って何ってさ考えた時にさ、今までだったらさ、ちょっと前だったわよ、そのいや一応必中だよねっていう、まあでもダメージはちょっと出ないけど、だって忍者とかさで使うわけじゃん大体、まあドラゴンでも使えるんだけど、でも必中だから、あの集会とかではまあ便利よねっていう立ち位置ではあったと思うんだけど、でももう必中、ブレスじゃなくても必中できる時代ではあるから、もうもはやね、もうあんまり差別化できてないよね、もう何とも、なんか斬撃大義より軽く出ない、だけども必中っていうのが売りだったはずなんだけども、まあ円月輪しかり、特に最近で言うとセティアのロットが出ちゃったことによって、もうブレスの強みというか、まあそれ持ってない人はブレスで必中がいいのかもしれないけど、でも呪文よりも威力出ないから、わざわざブレスで集会しなくねっていう話になってくるしね、えなんかもうブレスの良さっていうかないよねマジでない、本当によほどいきなりスキルを本当におかしく、もう本当にぶっ飛んでるいきなりスキルにしてくるしかないから、うん、まあそうだな、ブレスの強みというと、だからやっぱり忍者とかで忍者を周回させやすくなる、忍者を育成しやすくなるっていうことだけじゃない。でも別に忍者もね、斬撃大義使えるから、うん、まあ必中ではないけどね、そこだけ、その一点だけだと思うわ、その忍者を周回しやすくなる武器、周回しやすくなるのが利点と。でも僕みたいにもうセティアのロット持ってる人からすると、もう全く何のうまみもないからね、それってブレスの単体魅力感じない、あと防具の買いが効かない、そうだね、ブレスはそこもきつくて、灼熱とか防具がないとマジで火力出ないからね、あれ、うん、いやもうブレスって本当に効かないよな、もうこうなってくるといよいよ、うん、だって次元竜の当選とかさもう持ってるし、その暗黒弁も持ってたけど、暗黒弁はまあまあ、暗黒弁が一番でも歴代ブレスの中では使ったかもしんないけどね、それでもまあたかが知れてる、ブレスって最初の設計的で考えてなかったんでしょうね、後付け的な、っていうかまあだからまあ目新しいそのもの出せばみんな引くでしょっていう、みんな騙せるでしょっていう発想でしかないよねブレスってブレスが出たのって結構そのリリースされてから後々なのよ、まあ皆さんも知ってると思うけど、ほぼ最初は斬撃大義と呪文が主でっていうか、その2パターンしかなくて、それでみんな我々ずっと遊んでて、で結構ね経った時期で出してきたんだよね、ギラブレスを、龍弁をね、まあネタが尽きたから、そろそろそのもの目新しいもの出しとけば、新タイプの武器出しとけば、まあみんな面白がってというか引くんじゃないっていう、ただそれだけのあとはその惰性でできた、ただのもうその枠でしかないよね、うん、ブレスって。でももうみんな気づき始めてきちゃったから、ブレスが弱いということに、もう大体のユーザーが気づき始めてきたからさ、今後マジブレス売り出すのきついと思うよ、うん、そもそも、ブレス使う職業自体が微妙っていうところがきついよね、忍者がそもそも微妙だし、うん、ようやく最近戦利口でさまた幅利かせてきたけど、それまでひどかったじゃん忍者の戦力たるや、で今回の戦利口はたまたまさ
その即死体制と影縛り体制ガバガバにしてくれたけど、今後の戦利口でもずっとあれとは限らないからね。てかそんなことないから、うん、お腹減ったな。いやーでもどうしよう、なんかこのイベントいつまでだっけ。でもなんか去年のハーフアニバーサリーはもうちょっと楽しんでた気がするんだけどな。まあでもランプの戦利口は楽しかったけどね。なんかこうやっぱ出る武器がしょうもないとさ、結構冷めるよねねえ、エイトさんこんばんは、こんばんは。やっぱ出る武器がしょうもないとやっぱ冷めるよな。だって引けたところで何って思っちゃうっていうことだからね。やっぱやっぱ最新武器を求めて頑張ってマイレージ貯めてる部分がどっかにはあるじゃん、我々ドラケーウォーカーは。あ、最新武器じゃないにしても今出てるラインナップのどれかが欲しいから頑張ってちょっとマイレージね、貯めるために歩くとかさ、戦闘するとか、壺割るとか、やっぱみんなどっかにはそういう気持ちがあると思うんだけど、このラインナップだとさ、正直そのマイレージ貯める活力すら湧かないからさ、そこが問題なんだよね。ああ。小倉まりえさん、こんにちは。今回の武器は優勝しますか？まあ優勝くらいはやってもいいかなと思ってます。それくらいはね、まあ、美課金である僕の最低限の運営への施しですよ。それはやってあげようかな。欲しい欲しくないに関わらず。じゃないとほら、運営さんもお仕事だから、ビジネスだから、僕はあの、無課金を、まあ、無課金の人を責めるつもりもないし、その、なんだろうな、なんかそれを蔑むこともないんですけど、でもやっぱみんなが無課金だったらサービスやっていけないからさ、やっぱある程度課金してあげないとって思ってる気持ちはやっぱどっかにあるんで、うん僕やっぱあの試食コーナーでさ、ずっと無料で食べてるおばちゃんみたいにはなりたくないんで、やっぱ試食してうまかったら買う、商品は多少買うっていうの、やっぱ僕はそういう人間でありたいと思ってるんでね。やっぱさ、やってみて面白かったら課金してあげないと、それでもずっと無課金でやるってことは、試食コーナーにいてずっと無料で試食のウインナー食べてるホームレスと変わんないからねやってること同じだからね。だから買いますよ、優勝はね。ぶっちゃけ買いたくないけど、この武器に優勝は。今回のブレス、煉獄魔鳥の無駄遣いだ。煉獄魔鳥、あ、そうか、この武器って、煉獄魔鳥、あ、そうか、ギラブレスだから、そうか。煉獄魔鳥もな、こんな武器のために生まれてきたわけじゃないよな。煉獄魔鳥もこんな武器のためにオラ生まれてきたわけじゃないって多分心の中では思ってるよね。あいつも この武器のために私は作り出されたわけじゃないって絶対思ってる。かわいそう、煉獄魔鳥がかわいそう。マジでこの武器はね、ドランゴは煉獄魔鳥に謝るべきだ。この変化が激しい時期にゴミ武器でモチベ下げると人が離れるからやめてほしいそうね、いや実際俺モチベーション結構冷めてるからね。あの今日のスマートウォーク見る前と見た後では全然その熱が違うから結構冷えたよ今日のスマートウォークは。しょうもなと思って新武器しょうもなと思って、
うわーこれマイレージ貯めなくてもいいんじゃねえかなと思ってるぐらい貯めてるから、うん、あ小倉さん深夜さん、ああ嫁の携帯使ってます、なるほど、うん、本当楽しいのは週末の千里港だけです。そうね、今は週末の千里港でいかに狩人の真珠を取り揃えていくか、ここだよね。狩人の真珠やっぱ最近また使い始めてさ、っていうのはドラゴンのあの育成が終わっちゃったのよ、主人公の自分のね。で次ゴッドハンドに今移行してるんだけど、ゴッドハンドだとねやっぱね昼夜の今バギーのあの狩人の真珠両方とも2個ずつあるんだけど、これ使わないと15章でのワンパンがゴッドハンドだとちょっと厳しい、だから使っても厳しいから。でゴッドハンドで厳しいのにさ、もう守り人で15章ワンパン無理だよな、なんかできるみたいなこと聞いたんだけど、とても信じられないんだけど、守り人で破壊の鉄球で15章ワンパン無理だろ、無凸だと絶対不可能だと思うんだけど、無理でしょどう考えたって、無凸では。なんかできるみたいな話をねしてたのよこの前、その果物の人は、いや無理だろ守り人で15章鉄球ワンパンは4凸とかしてないとって思ってるんだけど、どう？だってゴッドハンドでも今できてない時多いからね、まばらだからね。ガチャ引きと試着と試しできたら回す人増えますかね、どうだろうな、あんま増え効果ないんじゃないそれ、試し打ちとか、うん、それが助っ人である程度やれてるからね。4周年から武器ほとんど持ってます。いや神秘の水晶持ってないじゃん、あれもそれ以外は全部持ってるわ、うん。でも俺次の武器は全然あの出る気しないから、多分まあそれも次も持たない、持たざるものになりそうですね。次の武器もレベリング早いですね。レベリング今3周目ですね。ドラゴン70でしょ、でゴッドハンド68、魔剣士68みたいな感じだから、もう2周目終わってるんで、特化させてれば今3周目の折り返し行く手前ぐらいだから、だいたいペース的にはちょっとやりすぎてる。パチ屋と一緒、負ける人がいるから営業できる、課金があるから何か好きなゲームを続ける、そうだね、うんうん。カリウドボックスは 3,4 個でこまめに開封した方がいい、いや本当俺もそう思う、いや本当ね、カリウドの真珠ボックスは貯めない方が絶対いいと思ってる。このオカルトなんだけど、貯めてやると本当出なくて、うん。いや本当 3,4 個でこまごま開けてた方が出るよ。何の確証もないけど、うん。いや本当に本当に。僕の身近な人でもさ、なんか100個とかまとめて開けてる人いるんだけど、50個とか100個で3個とかの人がいるのよ。S3 個。いや俺それ見たら本当に、いや俺だってこまめに開けてるけどさ、100個で3個ってことないもんね。自分は一突だけど無理でした。なんで飛天鉄球、あ飛天鉄球だからいいよな本当は。俺も守り人の時とかはもう飛天鉄球にしますね、多分ベタドロンからの破壊の鉄球、うん。もうそれくらいさ、もう地図でレベリングしたくないのよ、もうかったるくて、うん。19時30分からと思って油断しました、あ今日すいません、祝日だからさちょっと早めにやっちゃったんですよね。みんなも暇だろうかなと思って。うん。今日はロング配信です。うん、猫ちゃん今日すごい。今日ね、てかあれだな、多分ご飯ちょっとすいません。猫ちゃんご飯欲しがってるの。
風強い今日マジで。この後飯ご飯買いに行くのやだな、どうしようこれ。かといって出前とか頼みたくねえしな。風が強い。とにかくよかった今日は仕事休んで。聞こえます？この風の音やばいでしょ。皆さんのレベリングどうなんだろうね。早すぎるよね多分。もう3週2週目終わって3週目ってこのペースでいくとマジでなんか虚無の時間が訪れそうで怖い。やめちゃいそうで怖いんだよね。オーナーさん、先生次の武器はスルー推奨でしょうか。サムネイルの通りですいやオーナーさん、これはこの武器は効かなくてもわかるでしょう。うん、これこの武器を魅力的に感じちゃう人って基本多分ラリってる人だから課金依存症かラリってる人か本当にあのドラゴンクエストウォークの運営のに洗脳されてるかどれかだからね、うん、もう あんまり救いようがない人だからさ、これが魅力的に見えちゃう人って、うん、もう救えない人だからさ、うん、今日は何を食べる気持ちですか。今日はね、どうせ多分セブンイレブン行くんだけど、いやでも今日は自炊しようかな。負けたしジャグラーで結構派手に負けたからね、今日から結構真面目モードにならなきゃいけないな仕事真面目人間に戻んなきゃいけなくて、そろそろピロさんそうピローさんが今手を挙げてますけど、ピローさんがねだいぶやってるんだけど、狩人の真珠ボックスね、100個で S3 個の人ですね。70レベル解放のタイミングで65レベルカンストしてましたか。してましたね。もう全部特急職は全部65になってました、自分もどちらも試しましたが、確かに少ない数で開封した方が S 率高い。いや、そうだよね。マジでね、5個だと思ってる。3個から5個。この辺が一番なんか S 率高い気がしてて、その10個とか2桁以上になってくると、マジで S 出ないと思ってるから、確率通りでは。細々開けた方がいいですよ。しかも、これ結構やっちゃう人いるかもしれないけど、真珠ボックス細々いっぺんに開けちゃうと、その持てる枠オーバーしちゃうと破棄されるから、その貯めてから開けるってぶっちゃけほんとあんまいいことないんですよ。そういう事故にもつながるから、マジで細々開けた方がいいっす、あの彼らの真珠ボックスは。そういう意味で考えてもマジでそろそろやる人出てくると思うんだよな。破棄問題ね。カリドの真珠ボックス破棄問題。グラさんですら分かるレベル。グラさん分かってないんじゃないグラさんは分かってないんじゃない。課金依存症だから、うん。料理得意ですか。料理はね、ハンバーグとかオムライスとかは作れるけど、ギリギリ焼きそばとかね、あんまり凝った料理作れないかな、うん、っていうか料理がめんどくさいから。料理が得意かどうかは分かんないけど好きではないよね、うん、そのなんか食べるものを作るのにあんまり時間をかけたくないから。そう、もうすぐ3週目が終わるところです。早すぎでしょ週末頑張りすぎ。それはうどんさん早すぎるわ。もうちょっと抑えないとあっという間に終わっちゃうよ。ハイヤーで年収1000万超えてる人ツイッターで見ました。ハイヤー、そんなのゴロゴロいるんじゃない。レベル65から70って心コスト大して上がらない。そう、一番最初65から66が3上がるんだっけな。で、あとは2だから、マジで、上げたって仕方ねえよっていうレベルしか、強さが変わんない。うん。
自分も120個開けて103個だったんで一気にモチベーション上がりました。それはひどいな、40個に1個は。だからまとめてあげるとほんとね、リスクしかないから、そのモチベーションが下がるっていうリスクと、でその破棄されるリスクと、うん、マジであんまりおすすめしない、カリドボックスで貯めてあげるのは、うん、今週の半断食さん見に来ましたマジで韓流スターじゃん、それも半断食いそうだけどね半断食はいそうっていうか、いるだろ半断食は。うん、理想ムーブと同じぐらい理想だけどね、うん、判断軸めちゃくちゃ天国の階段とか出てそうだけどね、判断軸、うん、なんかその通りすがりの人とかのその脇役のキャストとかで出てそう、ハン・ダンジクさん。オムライスハンバーグ作れるとか偉すぎ。いや、オムライスハンバーグなんか簡単ですよ、マジで。まあオムライスは特に簡単だね。ハンバーグも別に一回作っちゃって覚えれば簡単よ、何にも難しくない。ただ最初パン粉とか牛乳とか卵とかひき肉混ぜて、あと焼くだけだからね。全然簡単簡単、その辺は、うん、ただ俺はめんどくさいから作んないけどね、最近は。地染め隠しで終わりました。あとね130、来週終わるか終わんないかぐらいです。俺めっちゃやってんだけどねランプの時千里行、下振れがえぐくて、何せ3時間に1回しか地染め出てこないからマジで。ああハンバーグ面倒し手汚れるから作らない。そうそうなんだよ。ただハンバーグね、自分で作ったハンバーグめちゃくちゃうまいんだよね。うん、めっちゃあのね、ほんと店に出せるレベルでうまい自分で作ってるっていうそのなんだろうな、その評価がそのちょっとなんか上で、自分で作ってるからうまいっていうのも入っちゃってるけど、いやうまいんだよな自分で作るハンバーグ、出来たてほやほやらしいね、はあ、なんかファミレスとかで出されるハンバーグより全然うまいから、うん、コロッケとかポテサラ作る人尊敬。あ、それはすごいね、コロッケとポテサラは作れないわ。っていうか家でそのコロッケ、油物、揚げ物とかはもう絶対作らない、うん、っていうかもう揚げ物が嫌いだから基本。周りの衣邪魔じゃない周りの衣、なんかセブンイレブンとか行ってもさ、そのファミチキ、あ違うファミチキじゃねえ、ナナチキとかファミ、あのダメなんだよね、もう衣、周りの衣が邪魔、もう肉丸々でいいっていうね。わかる、ハンバーグとカレーは外で食べる気がしない。いや特にハンバーグは、いやハンバーグは食わないよね外で。いやハンバーグ食うならもうステーキ食えよって思っちゃうのハンバーグはもうなんか肉もどきじゃん、まあ肉なんだけど、いやなんかいろんなものが混ざってるじゃん。いやステーキ食いたいよねハンバーグ食うなら。でも俺カレーは食うよ、カレーは外でめっちゃ食うよ。松屋のカレーも好きだし、すき家のカレーも好きだし、中華料理屋、最寄りの中華料理屋で頼む油淋鶏カレーもよく食うし、カレーはよく食う俺、カレーは。うん、高いけどね。ハンバーグさんも来たのランプ千里のカリウドボックスのドロップ率2週目で下がったと聞いたんですが、体感がありますか。いや僕は変わんなかったかな、多分気のせいだと思いますよそれは。うん、それは気のせいだと思うけどね。なり
成城かな成城石井の冷凍ハンバーグ400円ぐらいしてますが、かなり美味しいです。ほう、作る時給考えると安いですし、冷凍でチンでできるの、それだよね、レンチンだよね、それいいかもな。うん、外で食うハンバーグってラードすごそう。ハンバーグはほんと外で空気起きないね。ハンバーグは自分も 2,3 時間ペースでしか沈め出ないです。配信者のライブ見てると結構、いや、そう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 、特にさ、まあ名前出しちゃうとさ、杉下さんのライブとか見てるとさ、めちゃくちゃ出てんだよねあれ本当なんか、え、なんでって思うのと、そのなんか各編みたいな時間帯になるとさ、なんか5分に1回出るみたいな5、6分に1回出てる時間帯があったりとかするから考えられないんだけど、ないんだけど、そんな状態が俺には。マジで3時間に1回ペースで俺、うん、あれ本当に、え、なんでそんな出るのって思うぐらい出てるから、みんな。そのランプの魔人もそう、あのフィールドのノラのランプの魔人もマジでね、1時間に1回出りゃいい方かなっていう感じなんだけど、みんなの見てるとめっちゃ出てんなみたいな、うん、めちゃめちゃ出てるやんみたいな。次はハンバーグ配信ですから、いやでもお腹減ってきたわ。ブレアやり取りに行けばよかった。ゾンビ編とランプあるとなしでは多分一旦違う、多分一旦があり、あー、そうね、ゾンビとランプ百式ではまあ俺も入れてるんだけど、でもこれがなかったらなかったら俺違う武器使うから、使うっていうか候補の武器が結構持ってるからね。まあなかったらブレアリでもいいんだけど、いやでもブレアリを取りに行くんだったら別にその雷鳴の剣で代用全然効くっていうか、雷鳴の槍の方が強いから、雷鳴の剣の方がブレアの槍よりもうあとは雷鳴の剣の数の暴力でクリアできるんじゃない。だってゾンビ百式とかもさ、雷鳴の剣めっちゃ軽く出るから、ブレアの槍なくたって、その今ブレアの槍が取りに行けばよかったって思うんだったら、雷鳴の剣でいくらでも代用っていうか代わり効くからね、うん、まあちょっと人面獣とマッドルーパーがだるいんだけど、雷鳴の剣固めていくとね。ただそれはまあグランゼドーラとか持ってたらそれで終われるし、うん、別にブレア槍なくたってどうとでもなるよ、うん、ぶっちゃけ欲しいっていう気持ちは分からなくもないけど、いや、あのなかったらなかったらいくらでもどうとでもなるから、うん、じゃあブレア槍が今欲しいってものだったら、雷鳴の剣を2本目3本目狙いに行けば代わりになるよねっていうだけの話。あの武器はその程度、うん、適当に野菜肉ルーを炊飯器に入れとけばカレーになるから楽ですよ。ああ、あ、そうなの、そういう作り方マジでなるのな、いやでも、え、そういう作り方、うん、なるの、それなるのか。15章破壊の敵ワンパンの心なんですか。ゴッドハンドだと結構難しくて、ドラゴンだったらさ、もう確定で決まってんのよ。オムドレクス、ランプの魔人覚醒、サイクロプス、レッドオーガ、この4個以上の組み合わせはないんだけど、ドラゴンはね。てかこれが一番最強なのよ、全職業で合わせても。だけどね、ゴッドハンドになるとちょっとやっぱ火力落ちちゃってっていうのは、その青の枠が2つセットできないから、そのランプの魔人覚醒をはめてサイクロプスはまんなくなっちゃうんだよね、結局。うん、ランプの魔人覚醒の方がどうやらいいみたいで、で自分もね、サイクロプスとランプの魔人結構2つはめて試したんだけど、若干ランプの魔人の方が気持ち火力出るかなっていう感じなんで、オムドレックスとブリアの覚醒とレッドオーガとランプの魔人覚醒ではめてるんだけど、ゴッドハンドで、これでね結構ワンパンできない、
できる時も結構多いんだけど、できない時もまあまああるって感じ。特に夜だとエルダーフレームがまあまあ残るし、厳しいね。ゴッドハンドの破壊の鉄球15層はかなり難易度高い。っていうか無理だと思う。特にエルダーフレームがほぼ残る。そう、杉下さんマジで出現率すごい。いやすごいよねあれ、なんなんだ出んの本当。なんか見ながら俺も一緒にさ集会してたんだけどさ、結構マジでだるかったもんあれ。はなんでこんな出てんのって、マジで結構だるい気持ちになったもんあれ。杉下さん、エンジェルスライムもめちゃ出てる。いや、そうなの。それはまあどうでもいいや、エンジェルスライムは。うん。そのうちどうせ収束するからさ。何しろ、回る15章とか回るね、時間がものすごいから、どうせその辺は収束すると思って割り切れるんだけど。いやー、でもねー。血染めの魔剣はマジでそんなポンポン出るもんじゃないからね。セブンイレブンがコンビニで一番好きですか？いや、でもそうかな。一番行くのはセブンイレブンかな、結局。うん。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの順かな。うん。よく行くのはね。でもまあ、一番近くにあれば別に何でも行くから、一番近くにあるのがセブンイレブンってだけであって。特に俺、アギドリが好きだから、セブンイレブンの。あのさ、ファミチキとかさ、ナナチキとかさ、やっぱさっきも言ったけど、周りの衣が邪魔なのよ。もう、丸々肉を食いたいから、もう、あんななんか油の周りの衣いらないからさ。2、3回炊飯しとけばカレーになります。え、そうなんだ。最初に野菜をフードプロセッサーにかけておくとより時短できる。うどんさんすごいね。何そのフードプロセッサーって、初めて聞いた横持ちなんだけど、フードプロセッサー、何フードプロセッサーって、未来人ですか？初めて聞いたんだけど、わかんない俺、そんな凡人にはフードプロセッサーは通じないです、言葉として。自分も同じです。鉄球15章ワンパン無理だよね、ゴッドハンドは。いや無理っていうか、できるときは結構あるんだけど、やっぱね残る、大体エルダーフレームがまず大体残るし、いや無理。だからゴッドハンドでもこんな苦戦してんのに、守り人でできるって抜かしてんのよ、果物が。無理だって。守り人で15章鉄球ワンパン無理だって。サイクロプスがあるといけるよとか言ってるんだけど、いや無理だって。守り人15章鉄球は無理でしょ、無凸では。ああ不可能だと思うよ。ドラゴンだとね相当いけるのよ。てかドラゴンだとほぼ確実だって、バルハラまでワンパンでいけるからね、ドラゴンの15章鉄球。無凸でバルハラまでワンパンだから、もうほぼ全部だから、あまり枠のネクロバルサだっけ、あいつはちょっと残ったりするんだけど、それ以外は基本ワンパンだから、ほぼ確実にね。ドラゴンはやっぱ鉄球強いよ、っていうかやっぱランプの魔人覚醒とサイクロプス両方はめれるのがマジででかい。いやドラゴン以外でワンパンはきつい、かなりハードル高いと思うけどね、15章。超絶みじん切りマシン。あ、そんなのあるんだ。いやー、俺、持ってないわ、そんな高級マシン。魔剣出ないくせに油断してると、お供で出てくる宝石かける2にやられる。あ、そう。あれも、俺やられたことないよ。音の宝石かける2も。だって、おぼろがまず絶対最初で動くのよ。で、おぼろで、大体ね、最低でも1体はほぼ確実に鍵縛るから。で、2体とかは結構普通にかかるから。で、うまくいけばっていうか、なんか3体かかる時もザラにあるから、
踊る宝石かける2血染めのパターンも一度も負けたことないね。うん、てかランプの千里香で全滅したっていうことが一回もない。うん、果物さん4突で、いや無突でできるって言ってたよ。サイクロプスあれば。不可能でしょ。不可能だと思うんだけど。いや無突でって言ってたよ。サイクロプスの心があれば、守り人でも、地図、いや、15章レベリングできますって言ってたよ。無理だろ。闇霊の牙入れても無理。いや、無理無理無理。だって俺、闇霊の牙入れてるからね。ゴッドハンド、ちなみに。無理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 。ゴッドハンドで闇霊の牙入れてる状態で、15章無突鉄器ワンパン、かなりきついっす。うん、できないことはないけど、相当ハードル高いよ。ちなみに、カリードの真珠両方ともバギーつけてます。で、エルダーフレームは基本残ります。うん、うまく、乱数でいけたりするけど。まあ、基本残る。ところでスマホの最後の方のキャラがグラサンのグラサンかけてましたが、運営狙ってますかね。いや狙ってないでしょ、全然狙ってないと思う。あれただの自意識過剰というか、あれで騒いでるのあの人だけだと思うから、全然狙ってないでしょ。おぼろないからな、こきおろし。おぼろないか、きついな。おぼろないときついな。おぼろないと多分全滅してるね、あれマヒャド2連発で、うん、守り人入れてないとね。っていうかね、あとね15章何がきついってね、あとガーディアンがきつい。こいつガーディアンがまあだるくて、っていうのはこいつ素早さもまあまあ早いから、その破壊の鉄球で狩り残した後にこいつ動いてくんだよね。それガーディアンが一番めんどくさいかもしんない俺15章で。このドラゴンライダーみたいなやつ、あいつしかも硬えし、あいつ15章のガンだよな。結構多分分かってくれる人いると思うんだけど、ガーディアンがマジで一番めんどくせえ。しかも多分あいつセティアのロットなかったら、まあまあ多分一番ガード率高いと思うんだよねあいつ。うん、しかもあいつのためだけにドラゴン特化のさ、ドラゴンガイアの真珠とか持っていくと結局他がワンパンできなくなるっていうことになるから、ダメなのよあいつ、本当に無理なのよ。雨降ったら皇帝タップが厄介なんだけど、雨降ってない時常時ドラガーディアンが厄介。うん、守り人に仁王立ちで血染め負けなしです。まあまあ守り仁王立ちしたらそれは負けないでしょうね。たださ、そのそれの何が嫌ってさ、血染めが出てきた時にいちいち王都から主導に切り替えて、なおかつその守り人の素早さ高くしてるわけだから、だいたい先に動くわけでしょ。でミスったらさ、その見逃したらさ、そのオートに手動に切り替える前にオートで動いちゃうっていうリスクもあるわけじゃん。でいちいち手動にしなきゃいけないし、だからその血染めの魔剣が出てくるか出てこないか、その画面を結構注視しながらやらないといけないんだよね。家だったらいいけど出先だとそれが結構ネックで、だから俺嫌なんだよ。その初っ端の演技釣りに動かしてやるランプの千里香は全体おぼろの方が楽だから、うん、その血染めの魔剣の攻略まで含めて考えると、どう考えてもおぼろの方が優秀ってか楽、うん、だって画面いちいちオートに手動に切り替えなくていいんだから、うん、その仁王立ちとかしなくていいし、うん、確定狩りはやりますか。やんないっす。もうちょっといい滅多に枠だったらやってもいいんですけど、バルハラにそこまでの時間と労力をかける気にはなれないですね。
それくらい俺バルハラの心をそんな魅力的に思ってないんで。だってあいつ攻撃力90で狭さ40何歩だよあいつ。いらなくね。マジで。いらない、いらないんだよな。マジでマジでマジで。だって今あの心取ったってさ、積極的に使う場面あんまないじゃん。でも俺サイクロプスの時も確定巡りしなかったからな。自分も面倒だから指導はしないんですよね。画面ほとんど見てない。いやーそうなるよね。そのさ、結局さ、ほとんど現れない血染めのためにさ、そのずっと画面見てさ、まあ出た時たまたま見えた時にさ手動に切り替えるにしてもさ、少し遅れるとさオートで動いちゃうしさ、いや結構めんどくさいと思うんだよ。ランプの戦利口、血染めが出た時だけはオートから切り替えるって。昔は確定巡りが好きで毎日やって、いや俺もね昔はやってたよ。特にキラーマシンとかの時代はさ、っていうかね、確定巡りしないとマジでそのめったに枠のエースとかがほぼ取るの無理だったのよ。マジで俺キラーマシンは本当に苦労して、何せさ野良からドロップすることがマジでほぼなくて、なんか知んないけどキラーマシンはねマジで相性悪くて、ノラドロップ俺都市伝説だと思ってたからね。めったに枠のてかキラーマシンがノラで出て心落とすなんてことは俺マジで都市伝説だと思ってたから。Dすら落とさなかったからあいつ。うん、これあだから運営やってんなと思ってたもん。あめったに枠ってそういう、あ、ノラだと落とさない仕様なんだって、その確定巡りしないとダメな仕様になってるんだって思ってたぐらいだからね。あだから昔はやってたよキラマ。ほんときつかったわキラマの確定巡りしてた時が一番楽しかった。わかる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 わ。キラマ強かったしねあの当時めちゃくちゃ。もう黄色の心何はめるってなったらもうキラマ一択だったみたいな。もうキラマ一択でしょっていう時代だったから昔はね。もう黄色はキラマ、青はキングスライムみたいなそんな時代だったから、うん、でネガモンの時はエビルプリーストはめていくよねみたいな、青はね。昔と今では環境の違いすぎ、ガラケーとスマホの違いぐらい。うん、そうね、だって昔はさそれこそさメガモにさ千段4桁ダメージ出すことすら難しかったからね。割と本当の初期ってその3桁ダメージで稼いでたからねみんなね。なんか1000とか2000とかってもう課金税でしか出せないみたいなダメージだったから、みんな雷神の槍でさちまちまついてたじゃん。あの時って 一撃大体800とか300とか600とかそんなだったからさ、もう今では違うゲームのようだよ。でもそれでも運営さん頑張ってインフレを抑えてるけどね。それでも、うん、特にだけど去年からそのウロボロスが出たあたりからすげえそのインフレを抑えるのは頑張ってると思うよ。それすげえ感じるもん。なんかいろいろ敵の調整を変えてるだけであって、こっちのなんか出してくる武器の火力はそんな変わってねえなって思ってるからね。だっていまだにその基礎ダメージで言うとウロボロスだって未だにめちゃくちゃ上位だからね、うん、まあだけどウロボロスはもう使わないけどね、うん、いやー匂い袋がないよ。
ジェムもないし、ね、いやどうしよう、明日優勝ジェムやるか。今後インフレ抑えるためにメガモにダメ軽減とかつけてきそう。てかやってるようなもんだけどね。いやいたちごっこですわ。いたちごっこ。てか風強っ。やばいこの風。何この風。大嵐なんだけど、よ外が。キラマの確定巡りしてた時みたいな位置情報ゲーム的なワクワクがまた欲しいですね。いやーもう無理じゃない、わかんないけど。あの時の斬新な楽しさはもう今ではもう味わえないんじゃないかな。慣れちゃったからね、こちらも。今日外でウォークしてるやつこそ強風だもん。この強風の中さ、てか最近風強すぎない？昨日、一昨日か昨日もめっちゃ強かったから。風強いのほんと嫌なんだよね。目に砂が入るし、自転車向かい風だと焦げないし、いやでも飯は買いに行かないとな、腹減ったわ。これ夜まで収まんないのかな、この風。あ、ずっと吹くじゃんこの風。っていうか明日も風強いんじゃんこれ。なんでよ、勘弁してくださいよ。あーてか新しい強敵も来るんだよな。今回割と強敵全然集め終わってないからな。テリーのあの闇をまとう剣士もまだ2個1個しかないから。っていうのも1個集めたら大魔神とかに行ってたんですよね。私大魔神の S とジュリアントの S がそれぞれ1個しかないから、先にそっち集めちまおうと思って。ほら最悪さ、闇をまとう剣士テリーの心はさ、祠とかでも取れるから、先に大魔神とジュリアンってちょっとやっつけちまおうかなと思ってやってたら全然出なくて、次の強敵なんだっけ、忘れちったけど出るんだよな。今日バルハラ S 落としました。これって強いと思いますか？ミンドラだとオムド入ってくる。いや、オムドの方が火力出ます。いや、強いか弱いかで言ったら強いんですよ。メガモンとかでは持っていくかもしれないですけど、ただ結局、周回でハマってこない武器なんて、使用頻度として全然高くないから、その使用頻度という意味合いで言うんだったら弱いですよ。俺やっぱさ、何武器にしても心にしてもやっぱ使用頻度イコール強さだと思ってるのね、使用頻度が高い、頻繁に使う武器であるほど強いという指標なんですよ僕はね。そのたまにしか使わないけど強いってなんか矛盾してると思ってて、なんかやっぱそれってその使ってる時間が短ければ短いほどその恩恵薄いっていう話じゃないですか。だから僕はバルハラの心はそういう意味で言うと弱いと思ってます。ただ S は、おめでとうございます。そのうち使う時は来るでしょう、ただ強いか弱いかで言うんだったら僕基準で言うと弱いです。
ヤミテリー400体買って映画2個です。悲しい。やばいね。いやでもさ、なんか強敵の心ってさ、なんか前と比べてすげえ落ちないし、なんか S1 個作るのもなんか尋常じゃないぐらい大変だよね。なんか前ってこんなんじゃなかった気がするんだけど、もっともうちょっとなんかサクサク集まんなかった？なんかここ最近強敵ひどいよ本当に。まあ俺は400体も買ってないけど、でも俺たまたまテリー直営したからよかったけどさ、なかったら本当に俺もそんなもんよ。対してね、その強くもないのに強敵の心って、うわこれ自転車で行くの危ねえな。外歩きで行こう。しかも寒いし、風が冷たいから。北風でしょこれ、最悪なんだよな北風の強風って。皆さんバルザックビスト作れましたかね。俺バルザックビーストも相当苦労したけどねっていうのもなんか戦う気になれなくてさ、バルザックビースト戦うのがめちゃくちゃ億劫で、硬いからこいつ。まだ28匹しか倒してないけど、なんとか合成で S 作りましたよ。もう二度とやりたくないこいつ本当に。あーもう2時間経ったか、早いね今日。いやーまあでもそうね、うん、明日からは一応更新来ますからね、うん、悪魔の書と井戸魔人もやる気起きないまあわかるわかる。もうでも俺井戸魔人はちょっと抑えておきたくて、うん、でしかもあいつさ簡単じゃん。まあ俺飛天の書2個持ってるからかもしんないけど、あいつ弱いじゃん、めんどくさくないじゃん。だ悪魔の書はかったるくて使わない心だからやる気全く起きないんだけど、まあ S は一応1個取ったけどね。だから井戸魔人は弱くてまあまあなんか見どころのある心だと僕は思ってるから、1個は一応絶対押さえておきたい。なんかまあ一応なんだろうな、高魔複合の心ってぶっちゃけあんま使わないんですよ。その悪魔にしてもそうだし、まあマスタードラゴンジャーとかまで行くと使うんだけど、まああんまりぶっちゃけ使わないじゃん。だから多分まあ井戸魔人の心もそんなに使うことはないと思うんだけど、一応ああいうね物珍しいタイプの心は結構嫌いじゃないんで、うん、やっぱ一個は押さえておきたいかな。俺なんだかんだってあれだからね、俺たまに守り人とかにあのあれだからね、あのタヌキの心とかつけるからね。みんななんか結構ボロクソ言うけど、あの心眼タヌキの心、俺たまにちょこちょこ守り人につけてるからイザヤールとどっちにするか悩む感じなの。イザヤールは大体つけるけど、もっと攻め寄りにするんだったら心眼タヌキかとか考えながらやって。心眼タヌキね、俺意外と嫌いじゃないんだよね、うん、まあワカメ王子はあんま使わないけどね。ああいうなんか心の色にそぐわない感じのステータスの心って結構個人的に好きなんですよ。だからレパルドもさっきはなんかあんな感じで言ったけど結構嫌いじゃなくて、やっぱ持っておきたいよね、うん、その心の構成の幅が広がるからそういう心たちって、うん、まあ使うか使わないかは置いといてね。今日何食べようかな。風強すぎてさねえ、これこの中で俺買い物行くのやな。スーパー行こう、近いから。スーパーでさ半額のさなんか刺身かなんか買ってくるわ。これ無理だわ、コンビニまで行くの。
ちょっとコンビニのが遠いんですよ。遠いっていうか、線路またがなきゃいけないから。こんなさ、強風の中さ、もしなんかカン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 とかさ、遮断機降りてきたらさ、マジでイラつくからこんな風強い中待ってらんないからね電車通るの。ちょ、これスーパーだわ、スーパーだわ、無理だわ。でも最近さ、コンビニ行ってもスーパー行ってもさ、物価が高いからさ、どっちで行っても、ね、高いんだよねなんか前までだったらさ、スーパーの方が断然安かったみたいなイメージだったけど、もう最近なんかどっち行ってもあんまりもう値段変わんねえから、最終的なお会計のっていうか、なんならスーパーの方が高いまである、いろんなもの買っちゃうから。うん、コンビニはさ、結局店内が狭いから、なんかその商品がほら少ないじゃん、商品の数が。だから結局毎回買うもの決まってて、その買う品数が少ないから安く収まるんだけど、スーパーはね、品数が多いからね、結局結局ね、スーパーの方がね高くついちゃう時もあるんだよね。うん、いやー楽しいな。前からライブ配信見てたけど、応援してますよ。ああ嬉しいですよ。丹波さんあれだよね、今回の配信で結構初めてコメントしてくれた感じだよね。なんか初めて、前から見てくれたんですね。嬉しいな。他の配信者のちょめちょめ聞きたいな。まあここは結局最果ての地だからね、みんながこの他のライブとか配信者のライブとかで満足できなかった人たちが最終的に行き着く知る人と知るもう穴場みたいなところだからね。うん、もう街の中で言うと本当もう隠れ家みたいな立ち位置だから。ちょめちょめは大好物、ちょめちょめ聞きたいって言われてもな。でもなんか他の配信者のさ、批判っていうかさ、その一視聴者としての批判はなんか言い尽くした感があるから、あなんか同じことの繰り返しになっちゃうんだよね、結局他の配信者のことを言うにしても、いや言ってあげてもいいんですけど、ちなみに誰のことを言ってほしいんですか名指しでそれを聞かないことには僕も何とも言いが、僕はもう散々言ってきたからね、うん、ここはボロボロになってようやくたどり着いたシェルターですそう、シェルターだからね。配信者は金のためにしゃあないとして視聴している出場配信者はしょうもない。ああいやでもそれもそうだよな、わかるわかる、ティータクさんの言ってることも、なんでさ、その 見るんだろうね、いちいち。まあ僕も人のこと言えないけどなんで見るんだろうねって言うと、俺も見ちゃってるから割とね、最近はそんな見てないけど、ほらひらがな2文字の配信者の人とかさ、見ちゃうんだよね。なんかどんだけ今回は中身がしょうもないんだろうって、やっぱその確認をしたくなるんだよねそう、確認したくなるのがいけないよね、これ人の差がというかさ。あーでもなんか今皆さんに言われて、他の配信者がどんな今回は動画を出してるんだろうって見てみると、割とやっぱ今回の武器はみんなちょっと否定的なやっぱりぶっ壊れとは誰も言ってないね。草
臭いけど嗅いじゃうみたいな。そう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 、それ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 。子供の時はよくやってたけどね、大人になってからあんまりやんなくなったけど、それ。うん、まさしくひらがな2文字の女性配信者の動画の中身なんかそうだよね。分かってるけど見ちゃ、なんか臭いに、なんか臭いもの嗅ぎたい、そのね感じで匂っちゃうんだよね。でやっぱ匂ったら匂ったで、あ、やっぱ臭かったみたいな感じな感じの気持ちになるよね、毎回。やっぱしょうもなかったわみたいな。やっぱね、それぐらいやっぱ時間を持て余してるからね、僕なんか、その、可処分時間が他の人と比べてバリバリ多いのよ。暇な時間が。だからね、すげえくだらないなと思ってる動画でも、見ちゃう選択肢に入っちゃうんだよね。結局。待望のブレス武器だけど、求めてたものと違う。俺ブレス武器全然待望もしてなかったよ、うん、どうせ弱いだろうなと思ってたから。それをケチつけてる時が意外とストレス発散になる。あーでもそれもそうかもしんないね。でも俺ストレスほぼないからな今。自分の生活すげえ満足してるから、充実しちゃってるから、ほぼストレスでも、まあたまにクソみたいな客乗ってくるけど、うん、えいし。なんかさ、いや言葉狩りをするつもりはないけどさ、やっぱあの運営士っていうのなんかすげえ寒いよなあれ。なんかいろいろな意味で気持ち悪くない？運営にさ、あの死をつけるのってさ、なんか気持ち悪くない？何運営士ってキモいわ。普通にご三お三方、まあご三家だよね、うん、まあでも最近グラさんの方がもう完全にあのもうプロスピに振り切っちゃってるから、結構それはそれでいいのかなと思ってるけど、うん、みんなプロスピーかねえかな。ご三家。そしたらさ、もう全く見なくて済むのにね。ね。でもまあ一応さ、彼らもさ、そのドラケンウォークの界隈をその盛り上げてくれてるっていう意味で考えたら、まあありがたいっちゃありがたいよね。うん、まあイライラする存在ではあるけど、やっぱさ、その再生数回ってる人たちが誰もいなくなったらさ、それはそれでちょっとなんかドラケンウォークどうなのって感じになっちゃうから、まあ、それはそれでありがたい、ありがたいっていうか、まあうん、ある意味ありがたい存在ではあるんだけど、まあ自分の目の届くところにはいてほしくないよね。もうほんとさ、これもう毎回、もう前々から言ってるけどさ、YouTube さんさ、お願いしますわ。もうチャンネルの非表示機能くれよ。その、検索でも引っかかんないような感じにしてください。もうお願いします。そしたらもう、金輪際僕の目の届く範囲に、もう御三家は登場しない。僕の人生にはもう、一生触れ合うことがないんだから。そうなりたいのよ。でもドラケンウォークで検索かけちゃうと出てきちゃうから、これしょうがないよね、うん、目に入っちゃうんだから、もうサムネイルが。ただみんな営業運営慢性してるのが気持ち悪い。そう、あ、運営に忖度してる感じってこと？なんでだろうね。いくらさ、ドラケンウォークの運営に媚びたってさ、
そのなんかしてくれるわけじゃないのにねなんかでももしかしたらいつかねえなんか公認とし公認にしてくれるんじゃねえかみたいな一縷の望みをかけて極力運営ディスはしないようにしてるんだろう、うん、そんなことねえのに、うん、でもこれあれだわ、ドラケーウォークの運営がさ配信者とコラボなんかするようになったらもういよいよやめると思うわ俺多分いよいよやめると思うよ。そのグラさんとかさ、その N とかさ P とかとなんかコラボ企画とかなんか生配信しますみたいなことやり始めたら俺マジでやめる自信あるから。ああもうそこまで落ちたかと、ドラケーウォークの運営。うわ、そんな配信者何もう配信したごときとコラボするようになってしまったかっていうことでもう地に落ちたなっていう感じになっちゃうから、いよいよマジでもう見切りつけると思うけどだからそれをやらないからいいんだけど、うん、それだけは本当やめてほしいわ。俺本当に多分やめるからね、それやっちゃったら、うん、やじゃない？配信者風情とコラボし始めたらすげえ批判するわめちゃくちゃ批判動画出すよ多分、うん、ふざけんなっつって、うん、面白くねえんだよって、うん、んな面白くねえ一般人とコラボしてる暇があんだったらもっとじゃあ関ジャニとかってやれよってね、うん、まだせめてそっちの方が全然いいよね。カズレーザーさんとかさ、有吉さんとか、まあ今やってるか知らないけど、そのさ、ドラケーウォークの界隈から一歩外に出たらさ、ただの無名のただのおっさんとコラボされてもさ、困るわけじゃん。だったらさ、ドラケーウォークじゃ、もう、とかも関係なくて、その垣根を越えて影響のある人とコラボしてくれた方が全然、こっちとしてもありがたいというかさ、まだ見る意味があるというか、やる意義があるけど、ドラケーウォークの配信者なんかとやり始めたらもう、いよいよもう、世も末だよね。いや風強いな、うん、でも最近あれだな、俺結構さ好きな人がいて、ドラケーウォーク配信者でみんな知ってるかな、たまに僕紹介するんだけど、最近ね結構見てるのはね、みんな知ってるかもしんない、俺のこと知ってるぐらいだから俺より詳しいと思うから界隈、あのね、ドラケーウォークね、パピヨンチャンネルさんっていう人がいて、最近その人ちょこちょこ見てんだよね。っていうのは結構いいこと言ってるから、うん、うん、まあいいことっていうか、まあ当然のことなんだけど、結構ドラケーウォーク界隈ってその当然のことが言えない人たちが多すぎて、すごくまっとうなことを言ってる人がレアな感じ希少だから、だから見ちゃうんだけど、うん、コムコムちゃん、あ、知ってますよ、うん、普通の勇者の方、あ、オーナーさん知ってましたか、さすがです。そう、サラリーマン勇者の方ね、最近結構見てんだよね、うん、まあそんなめっちゃ見てるわけじゃないけど、と思うんですけれども、本日はどのガチャ引くべきかについて話していきたいかなと思います。撮影現時点だと明日実装されるドランゴの豆腐が実装されますので、まあ、まずはそれとですね、これえ豆腐っていうのこれあ、そうなんだ、豆腐っていうんだこれ、へえ。
これ読み方マジこれは分かんねえわ。でもうん、これは分からん。なんて読むのこれ。センプとかそんなの。読み方がマジで分かんないのこれ。投擲か、ん違う、豆腐って言うんだこれ。すげえな、この人が読み方を間違えないことすげえ珍しい。雷鳴の件どっちがいいのかという話。あと25日までミネアのガチャもありますので、これらについても話していきたいかなと思います。で、明日以降ですね、前半のこちらの復刻ガチャはなくなっておりますので先に言及するんですが、これはですね、演劇ちょっと止めます。ちょっと今言及でイラッときたわ。言及っていう言葉聞いてイラッときたわ、うん、方はもう一切引かなくてよくて、持っていない方が円月輪チャレンジとしてちょっとチャレンジしてみるぐらいのガチャっていうのがですね、円月輪は喉から手が出るほど取ってほしいんですけれども、抱き合わせがちょっときつすぎ。どういうこと。喉から手が出るほど取ってほしいってどういう日本語。日本語間違えてるのもほどほどにしてほしいんだけど、こんないちいち短い行間で止めてたら朝になっちゃうよね。お願いしますよ、ちゃんとした言葉使ってくださいよ。喉から手が出るほど引いてほしいって日本語はないです。はい、ちょっとか意味として伝わんないです。はい、申し訳ない。出なかった時のダメージっていうのが引けば引くほどでかいのでですね、ある程度試してみる程度で終わらせてほしいなと思います。出た方は本当におめでとうございます。出なかったという方はですね、次の機会にね、また次のチャンスを伺いましょう。で、ドランゴの豆腐 VS さすらいのテリーを話す前にですね、まず回復ガチャ難民の方、回復武器がですね、現環境の武器がないと。ちょっと止めますね。あとこれも嫌い、このな回復難民とかいう言葉も嫌い。わかる。この、ね、回復武器難民とかさ、この難民っていう言葉もなんか嫌いだわ最近。わかる。嫌なんだよね。何？何それ。いやいやいや。なんだよそれって思う。もう勝手に難民扱いすんじゃねえよって思うよね。これはエンタメの一つとしてある。うん、じゃがいもさんいなくなりますよね。うん、じゃがいもさん相当取ってほしいんです。うん、という方はですね、神秘の水晶の確保を優先していいかなと思っております。現環境のものっていうのは左に載せておくんですけれども、やはり回復量が足りてないと HP 管理ができないと、HP 管理ができなかったらパーティーの中の誰かが死んでしまう。ってなると攻略もクソもなくなってくる状態になったりとかもすると思います。最近メガモンとかギガモンとかも結構強いですよね。ってなってくると、やはり HP 管理っていうのは最優先事項になってきますので、じゃあどの回復武器を引くのかという中で、この神秘の水晶は環境の中でも最強と言ってもいいぐらいの性能がある。結局回復武器っていうのはそれぞれにそれぞれとスキルがあるので、要所要所ではあるんですよね。こういう時はこの武器がいいよねとか、こんな時はこういった武器がいいよねってなるんですけれども、この神秘の水晶いきなりフバハとかもありますし、攻撃力も上げてくれるし、汎用性抜群で文句なしかなと思ってますので、回復武器がないという方はですね、こちらを優先して引かれてください。はい、ということでドランゴの豆腐ときつい。まだ2分か、長く感じるな。2分まだ、あとこれ9分もあんの、地獄じゃん。何この5択をあと9分も聞かなきゃいけないの。ただの罰ゲームなんだけど、ちょっともうやめていいかな。もうこの最初の2分でもう分かるじゃん、しょうもないことが。なんで分かんないかな。もう無理なんだよこれ、あと9分もこの5択を聞くのねえ。あっさいよな本当。うん、
その考察が武器の深掘りが全然できてねえよ、うん、テンプレ回答だよね、うん、なんか耳障りのいい言葉をなんか継ぎはぎにつなぎ合わせて喋ってる感じだから なんかね内容言葉の内容っていうか意味が全く入ってこない、うん、それは N も同じだけどね、うん、いやーきついな。こんなんがだってドラクエウォーク界隈の人気どころなんでしょ。こんなんがはびこってるわけでしょ。きついって取ってつけたような感じ。そうそうそう、うん、そりゃきついっすわ。あ、見なくなりますわドラクエウォークの動画は。女って楽だな。いやね、それはなんかね、まあなんだろうな、性別差別をするしたいわけじゃないんだけど、やっぱねドラクエウォークっておっさんがやっぱ多いから、基本その女の女性の甲高い声で、あのてか、まあ、女性であるって時点でもうあのもうアドバンテージ、うん、あのそこそこ何にもな中身がなくてもあの再生回数取れるから、うんうん、そこなんだよね結局。女性であるって時点でもうドラクエウォーク界では勝ち組です。喉から手が出るほど取ってほしい。いただきました。いただかない方がいいと思いますよ。いただくようなもんでもないよ。うん。ゲロまず料理だろ。うん。喉から手が出るほど取ってほしいって初めて聞いた日本語だよね。うん。なかなかない。女子大生が実写動画上げただけで登録者1万いったでござる。あれでしょ、ケリーちゃんでしょそれ、うんうん、まあ行くよね、うん、だって女性がドラクエウォークをやってるっていうだけでまあなかなかレア、まあそこまではレアじゃない、まあまあ結構いるとしても、その中で配信をするっていうのがまあ そも相当レアで、でなおかつ若い大学生っていうともう超絶レアっていうかもうほぼ絶滅危惧種みたいな希少性だからそれだけでもう相当回るよね、うん、そのなんかいくつものその扉を くぐり抜けてきてるから、狭き門をね。僕なんか無理ですよ、おっさんで若くもなくどこにでもいるおっさんが配信をしちゃうとこのざまですよいやでもそれでも楽しめてるから俺は十分満足なんだけどね、うん、あ全然満足なんだけど、てかたくさんの人に別に見てもらいたいとか思わねえけど、我々も自分を律しなければ、うん、一部に激刺さりすればええんやで、うん、そうね、うん、その通りよね、うん、なんか幅広い層になんか浅く刺さってもまあねえっていうね話ではあるよね。いやーでも最近さ本当、うん、あザキさんこんばんは、うん、なんかね本当見るもんがなくてさ、ドラケーウォーク関連だと本当になんかさっきはさまあ腐
臭いものを匂い嗅ぎたくなる感じで見ちゃうかもとか言ってたけど、まああるんだけどそういう時も。でも最近結構それも減ってきて、もうサムネイル見ただけでなんか胸焼けしてくるっていう。サムネイル見ただけで結構ムカムカしてくる状況、ムカムカはしないけど、まあもういいかなっていう、下にスクロールしていっちゃう感じだから、なんかもうほんとドラケンウォーク関連の動画でなんか時間を無駄にするのは最近結構もったいないなって思い始めてきて、だから長い配信ライブとかだったらいいんですよ。2時間とかだったらなんかその歩きながらとかで、それこそウォークモード、外歩きながらラジオ感覚で聞ける配信とかだったら聞くんだけど、その9分8分とかの動画を見るのがなんか最近ライフスタイルに合わなくなってきて、うん、同じような人いると思うんだけど、なんか長尺のさ方がなんかさ良くない？その時代と逆行してると思うんだけど、なんかドラクエウォーカーはねそうだと思うんだよ。なんか長い時間の方が楽というか、一時そのまた動画終わったら次の動画探してみたいな、でそれをまたラジオ代わりにしてみたいなのってめんどくさいじゃん。なんかずっと終始通して1時間だったら1時間通してランニングし、なんかウォーキングしながら聞ける動画とかの方がなんかいいんだよね、ドラケンウォーカーの俺としては。うん、今日も新武器を地獄の底までこき下ろすガークを見に来ました。もうね、ザケさんもうとっくのもうとことんこき下ろしましたよ、うん、これ以上かっていう、多分世界で一番こき下ろしたと思うわ今日は。ドラケンウォーク界隈で一番こき下ろした人物は私ですっていう自信はあるよ。わかる、探すのもそうでしょ。8分見たらまた次の8分探してとかめんどくさいじゃん。ウォークモードにしながら歩きながらバックグラウンドで聞いててさ。だったらもう30分とか1時間とかの方が楽だよねっていうのがあって。そう。だから最近さ、配信のアーカイブ見ることの方が楽だわ。ウォークモードにしながらやると。うん。その会社のさ、通勤の時もそうだし。うん。めんどくさいよね、いちいち。また次の動画何にしようかって歩きながらやるの、出先で、うん、だから自分がそう思ってるから結構前からね、だからもう僕は動画というものをやんなくなって久しいんだけど、うん、ただこれはちょっと長尺、3時間は長すぎるかな。それで言っても3時間はちょっと長すぎるかなって思うんだけど、最近は古賀さんのアーカイブ配信を休日に掃除しながら見るのが日課。いやー、嬉しいね、そう言ってくれると。ただちょっと長すぎない？ 3 時間は。ね、ここまでアーカイブで見てくれてる人もいるでしょうけど、もうちょっとお腹いっぱいな感じ。ね、僕もそろそろ空腹がすごいんですけど、風強いよマジで。行きたくねえこの中コンビスーパーでも。行くか、もう8時だもんな、うん、3時間やったか今日、だいぶ頑張っちゃったね。まあ最近はさ、でもほらめったに見かけない枠、隔週でお送りしてた私世界の学校だけども、最近はさ、1週間に1度のペースにしようかなって方針転換してるから、またね、次はね、次の話をしてるってことはもうちょっとで終わるんじゃないかって思ってる人もいると思うけど、全然そんなことはなくて、話すことがなくなってきたから次の配信の話するんだけど、次28ぐらいかな多分ね。28が俺仕事休みだから、ちょっとさ、もうジャグラー負けすぎちゃってさ、ねえ、2連続で負けちゃったからさ、もう仕事真面目にやんなきゃいけないのよ。だから28にの夜にね、ちょっとまたやろうかなって感じではあるけど、
だあんまりさ、こんな3時間もやる配信をその3日とか2日に一度できないじゃん。てか頻繁にやりすぎてもダメじゃん。今後のウォークのネタイベント何が考えられますか。ありがたいね、そういうコメント。なんかネタを提供してくれる話のネタを提供してくれるコメント、マジでありがたいね。ナンバリングだとあと11だけど、いや外伝が多いんじゃない。外伝がもう外伝連発してくるでしょ。外伝あと四天王イベント、もう残された道はそれしかないでしょ。今回も外伝みたいなもんだし、6のあれだけ勝ってたのに反動きましたね。まあでもそれでもまだ勝ってるけどね。今月先月も勝ってるし、それでもまだ勝ちすぎているけど、そろそろちょっともう真面目になろうかなっていう、あのね、素人はここで調子乗ってドツボにはまっていくんだけど、僕はその点切り替えきっちりしてますから、ちょっと負け始めたらちょっと間をと距離を取って仕事を真面目にする人間だからね。そういう向き合い方をしないとスロットは本当狂っていくから、どんどん人生が。負け始めたらある程度距離を取る、これ鉄則ね。もうあと俺は26日まで行かないですから。エスタークとドレアムは何年後に出ますかね。いやエスタークは近々出てもおかしくないけど、ダークドレアムなんてもう、ダークドレアムなんてもうマジで分かんないもしかしたら俺40歳とかになってるかもしんないいやマジで全然あるよ。ダークドライブ5年後とか全然あるからね、これほんとマジで。てかさ、出し惜しみしすぎ。あのね、わかるよ、ドラケンウォークはそのスマホのあのさ、セルラン上位だし、そのネタを引っ張りたいっていう気持ちはすげえわかるんだけど、それにしても引っ張りすぎ、出し惜しみしすぎだって。ちょっとタクトちょっと見習ってほしい。タクト、あんなドラケンタクトのタクトなんてもうバン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 もう出てないモンスターいるのぐらい出てんのにさ。まあダークドラムはさ、まだまだにしてもエスタークぐらいはもう来てくれていいよね。ほんとマジでちょっとほんとそれは思うわ。もうほんとに頼むよもう我々さ、もう1周年迎えたあたりぐらいからもうエスタークって騒いでるからね、界隈では。で2年目ではもう、ああもういくらなんでもそろそろ出るんじゃねみたいなさ、ね。で3年目ではもうエスターク、ね、いよいよ年内かみたいなテンションだったじゃん、ね。で4年目ではもう逆にあれもう逆に諦めてきてるとこあるよね、タクトは次タヌキとか出すんだよ、 S キャラって。何タヌキって、マジで。覚醒とかで擦れるし、もう出してもいいよね。いやほんとそうよ、覚醒でもなかなか擦んねんの、出さねえのにさ、覚醒ですら出し惜しみしてんのに、もう母体は出してよくない。母体は普通にエスタークの覚醒前は出してくださいよ、いい加減。もう待ちくたびれたというか、もう待ち飽きたよね。もうわかるけど、大事にしたいのはさ、ドラケーユーザーの気持ちをこれ以上もてあそばないでほしいんだよね、ドラケーファンの気持ちを。その引っ張るのは1個ぐらいにしてくんない？ 1 個ぐらいに。ダークドレアムならダークドレアムね、もうね、1個でいいじゃん、引っ張るの。そんな何個も何個もさ、主要なところ引っ張るんじゃねえよとは思うけどね。1,2 個にしてくんないですかね。この間プロって言ってた、いやまあプロですよ、プロ
負けないからね。あの短期的に見たら負けるときもあるけど、長期的に見れば間違いなく負けないから、うん、ジャグラーなんてプロ紛れもなくね、うん、これは、うん、いやーやっぱねこの手のちょっと運要素が絡む物事ってプロでも短期的に見れば負けるときあるんですよ。まあスロットでもしかり、まあ麻雀でもそうですよ。うん、麻雀も結構運が絡むから、麻雀プロでも負けるからね。その半チャン 1,2 回とかてか、まあ半チャン10回とかでも負けるから、負け越す時あるからね、うん、普通に素人に、素人っつってもまあ本当のド素人はまあ別だけど、そこそこやり慣れてる、うん、人には負ける、負け越す時も全然あるから、やっぱ運が絡むね物事はね、それもやっぱ許容というか受け止めないといけない瞬間はあるのでね、うん、そうそう、期待値の積み重ね、うん、マジでそれ、うん、レベリングし忘れてた。いやーしかしなー、やっぱ鉄球はドラゴンで使いたいな。かといってさ、主人公以外にさ鉄球持たして15勝回る気にはなれんのよ、必中じゃないから。なんか結構必中ってあんま気になんないんですよねっていう人いるんですけど、いや12勝とかで回ってるやつ、そりゃそうよ、あの後続で簡単に倒せるから。ただ15勝とかになってくるともう必中じゃないとあの一匹でもガードとかミスが発生した時点で後続で処理が結構グダグダになるのよ、うん、ただでさ闇竜の牙とかさ、メタルキングの剣とかさ、セティアのロッドしか後続いないんだから、そうなると大幅な時間ロスにつながるんで、うん、じゃあ12勝回ればいいじゃんってなると思うんだけど、もう12勝は無理よ。ちょっともう、もう今さら、今時その経験値4000ぐらいで周回できない。もう無理。経験値4000で周回はもう無理。ちょっとお腹減ったな、本当に。どうしよう。そういえばナンバリングラボス系出てませんね。究極エベルプリストだけだし。まあ、漢字竜王も、裏ボスっちゃ裏ボスなのかな。わかんない。うん。はあ、そっか。裏ボスね。まあ、そうね。まあちょっとお腹減っちゃったからさ、なんか食べますよ、食べる、うん、はい、ちょっとということで今日はね、まあ、こんな感じですかね。3時間やったからね、ちょっと頑張りすぎちゃったよ。お疲れ様でした。ちょっとなんか食うわ。買ってきたものはね、みんな興味ないと思うけど、ちょっと X であげるわおじさんの日頃の日常の晩飯ね。